The Book of Ezekiel Chapter 1-4 And I looked, and behold, a sweeping wind came from the north, and a great cloud eyed And there was brightness round about it and gleaming fire, and in the middle of it, as it was the appearance of amber in the middle of the fire, and brightness in it. 私は見た。激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を噴き出していた。その火の中に琥珀のように輝くものがあった。 では、画面を見ながら説明します。メソポタミア。まあ、古代メソポタミアではですね、何やら大変なことが起きていたようですね。で、それはですね、こうしたまあ遺跡の周辺を見て、私は気がつきました。まあ、一見しますとね、あのただ単なる砂漠のようですけども、コントラストを上げたり、ガンマを下げたり、あるいはあの明度を下げたり上げたりしますと、このような円形模様が浮かんできたわけです。これはウルです。 えーまあ、プアビの、女王プアビのいたところですね、これがウルクです。まあ、イスタールの本拠地ということになるわけですけどね、ゲ、えー、ルガメッシュ物語もここで生まれました。これがウルクです。でやはりウルクにも、メ、まあ、度ドを上げたり、やはり同じように工学的、えー、処理をしていますと、このような奇妙な円形が浮かんできます。で、この直径が3.1キロありますからね。 でそれ全体にまた外への方へまあ、あの放射線状に広がっている様子もわかります。でこれがウルクなんですけどもね。 一体この円形の、なんていますか、地上に描かれた模様は何かということになるわけです。ニップルというのは、ゼカダシッチによればです、ね、宇宙、いわゆる指令,指令コントロールセンターがあったのが、このニップールだというふうに、ゼカダシッチは説いています。そして宇宙空港が、その北方にあります、ありますシップールであると。 まあ、ゼカレチンはそのように説いています。でこのニップールをです、ね、もう調べていたときも、やっぱりその円形模様が浮かんできたわけです。まあ、あの今、この赤いところでむすあの示したところがニップルです。で現在はこのような、まあ、廃墟といいますか遺跡になっているわけですけどもね、まあ、かつては広大な都市がまあ栄えていたものと思われます。でこのニップルがまあ指令コントロールセンターであったと。まあ、そういうことなんですね。 そしてシップールがその、いわゆる、まあ、ハブ空港といいますかねあの、宇宙への空港であったというふうに、まあ、あのシッチンは説いています。まあ、こういう、まあ、遺跡を見ていますといろいろ考えさせられますけどもね、まあ、何かの、はい、目的があってこういう建物が建てられたということになるわけです。これが、まあ、そのゼガリアシッチンの本ですがね、えー、ある方ですね、 これ送ってくださった本ですけども、その中にまあこの1ページにこれが出てるわけですね。そしてこの円の中心にあるのがニップールです。で、やや左上の方にあるのがシップールですね。で、この何かこう、それぞれの遺跡に関係があるのかなってことでまあ調べてみようと思いましてね。で、とっかかりはゼカリアシッチのこの本といいますか、このページだったわけです。で、シパール、シュルパック、それからラルサ、 かバッド t v ラーですね。すかエリドというふうに調べていったわけです。で、ただあの、現在はですね、あのいわゆる Google で見て調べられるような状況ではないんですよね。全く、まあ、跡形もなく消えてしまった遺跡っていうのもありますからね。ですから、まああの、場所を特定するのが大変、まあ、苦労しました。ウィキペディアの方では、ね、そういった論文も出ていまして、場所が座標で示してありましたので、でそこを で調べたのが、調べました。で、まああのえー、左があのゼカレラシッチンの、えー、本の1ページです。で、右の方がですね、私は実際にあの点を取ってみましてね、そしてこう、つないでみたんですけども、このやっぱりラガーシュなんかもそうですけど、道がず,、まあ、ずれてるのか、それは、まあ、どういうふうか分かりませんけども、ゼカレラシッチンのこの解いてる、あのいわゆる、まあ、ラインとは 一致しませんでしたしたかしですね、やっぱりこのシパールを見ていただきたいんだと思うんですが、一見して何もないように見えるでしょう。ところがですね、まあ、工学的処理をしていますと、なんとなくこう、円形のなんていうん地形が浮かんでくるわけですね。で、まあ,あの、これはあの以前ですね、あのエリドゥで調べたときにそういう仮説を立てたんですけども、これはですね、いわゆるまあ古代メソポタミアにおいてですね、いわゆる核戦争といいますか、核攻撃があった、その痕跡ではないかと私は考えています。 まあ、そういうまあ仮説に基づいてですね、あちこちの遺跡を調べてみたんですけども、まあ、ご覧の通り全部、その全てにこの円形のですね、えー、なんて言いますか、痕跡らしきものが浮かび上がってきたということなんですよね、わかりやすく言えば。で、ここはちょっとわかりにくいかもしれませんけども、まあ、なんて言いますか、色がちょっと変化しているかなっていう感じですよね。それから全体にこう、楕円形のような形が見えるということです。これはシュルパックですね。 まあ、ほとんどまあ何も残ってなくて、こうしたそのアーティファクトがいくつか残ってるというような状況ですね。これ白パックですけども、この直径が22キロありますからね。で、こうしてしますと、きれいな円が出てきますよね、こね。で、この円はどうしてできたのかということになるわけです。ラガッシュです。 で、このラガシはですね、ちょっとわかりにくいかもい全体にこう円,円形っぽいのが見えますけども、この色がちょっと薄いところをこうあの矢印で囲んでみましたけども、やはりこうなんて言いますか、一つこう楕円形のような形が浮かび上がってくるということですよね。で、ラルサですね。で、これはあの白くぼ,やぼんやりと見えるんで、これは砂嵐かもしれません。ちょっとあの、 特定はできませんけども、あの地形的なその模様なのか、それともあの砂嵐によるものなのかはちょっと判別できませんでしたけども、一応あ上げておきました。で、これがラルサですけども、ウィキペディアにあ載っている、まあ、座標で見ますと、ここへ来るんですけどもねで、いくら降りても何もないもんですから、まあ、廃,墟廃墟以上に廃墟,廃墟になってしまったということになりますね。で、こう、下の方、南方の方を見ますと、こうした円形のような模様も出てくるということですね。で、ウルクです。イスタールの本拠地ですね。 でここもですね、こうして困惑処理していますとあの、なんとなく形が浮かんでくるんですよね。で、まあ、あの以前にも言いましたけども、核攻撃を受けたのはモヘンジョダロ、インダスバリーの、ね、核モヘンジョダロだけということになっていますけども、そうではなくて、このメソポタミアでもやはりあったということですね、これエリトですね、延期の本拠地です、アダパーが作られたところですね、アダパー、すなわち旧約聖書のアダムです。 で、これがまあ0 7キロで、上壁らしいものもいますから、ウルですね。ジョー・プアビのいたところです。ジョー・プアビの,アビのまあ骨も見つかっています。このウルなんかはまあ綺麗にこうなっていますが、円形が出ていますね。3 1キロ。そして周りの方にもこうなって言いますか、やはりこう飛び散ったような、飛び散ったといいますかね、放射線的にこうなっていますか、ラインが伸びている感じがします。で、これらの線は何かですけども,も、言うまでもなく、 核攻撃による、まあ、その痕跡っていうふうに、まあ、考えるのが自然じゃないでしょうかね。で、そのことを裏付けると言いますかね、ゼカレシッチンがですね、地球年代、The Earth Chronicles というのをまあ表しているわけです。で、その中の、まあ、一部分ですよね。全部は別のところで訳しましたので、また興味のある方はそちらを見ていただきたいんですけども、で、2041年っていうふうに来るわけですけどもね、だん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 近づいて、まあ、の現在に近づいてくるんですけど、2038年。そして、あの、 2029年ですね。で、まあ,あのメソポタミア、バビロニア中心の歴史が進んでいくわけです。そして2024年から3年にかけてですね、あのー、こうした奇妙興味ある文章が出てくるわけです。アヌナンキは核兵器の使用を承認したと。ね。あのー いわゆる河ン人たちがですね、宇宙空港を取ろうとしたときに核兵器の使用を,を許可して、そしてその翌年ですね、23年に、えー、風は放射性の雲を占めると運んだと、そのために動物足に水は毒となったというふうに書いてあるわけです。 ということは、2023年、行年から2023年にかけて、どうやら核兵器が使われたということになるわけですね。これは、あの、あくまでもゼカレシッチンがですね、メソポタミンに残っている、まあ、いわゆるクレイィクレイタブレットをですね、解読して、このような年代記を書いたということなんですね。で、これは私の方で調べたんですけども、このインダス文明のね、流れを、まあ、あの、掴んでみたんですけども、この、こうした奇妙な、あの、 いわゆるセラミックフィギュアが見つかっているわけですね。で、このインダスバリーの、まあ、インダスバリーというのは原っぱ、モヘンジョダロを含めて、あのこれ全体をもねインダスバリーというんですけど、ね、インダス文明ですけども、とこうはモヘンジョダロですね。いわゆる死の丘という意味だそうですけども、あのかつては広大になっていますか、あこうしたらまあ都市が栄えていたわけですよね。 で、最近の、あの、ナチパスカ調査によりますと、モヘンジョダロというのは7層にこう上,上を上積み重ねられて作られた都市だそうですね。で、これはモヘンジョダロです。で、シッチンの説が正しいかどうかということをちょっと裏付けるためにですね、あの、私の方から調べたモヘンジョダロの歴史というものを皆さんにお見せできる、お見せしたいと思います。で、まあ、シッチンは2000、 23、4年に核兵器の使用をさせまあ、したわけですよね。3年23年には、あのいわゆるまあ死の灰が飛んできたということですからね。で、このその後、シタールに第三地域、すなわちモヘンジョダロ周辺のインダスバリーの支配権を、い,い,あのいわゆる何年ンシタールには出したということなんですね。それはあのシチンのタブレットの方にそう書いてあるわけです。実際、じゃあどうだったかと言いますと、 インダースバリーにこうしたゾーンがいっぱい作られてるわけですからみんな一なんだっていうことは私が証明いたしました。 で、これが、まあ、こうした像が作られているわけですね。いわゆる、まあ、シュメールの、えー、イシタール像と、まあ、一致したということです。そして、この年代のわかっている、まあ、テラコッタですね、これ集めてみました。あのい、たくさん像は見つかってるんですけどもね、みんなその、やっぱり年代測定がな,なされているというわけではありませんのでね。ですから、年代がしっかりとしているものを、こうして選んで、まあ、各博物館にあるね、あの、テラコッタの中から、こうして、まあ、ランダムに選んでみました。 で、この、いわゆる、まあ、テラコッタは、これも、まあ、イシタールになんなってことになるわけですけども、こうした像がですね、どのように並ぶかということを調べてみたわけです。で、まあ、あのその、今、その、皆さんにその歴史を見ていただきますけども、あの、モヘンジョダロが栄えたのは紀元前2500年から1800年ぐらいなんですね。そした突然、紀元前1800年ぐらいに、まあ、消えてしまうわけです。で、先ほど、その年代の分かっている、あの、テラコッタをこのように並べてみますね。そうしますとですね、 あのーまあ、シチンがタブレットを解読した年代とほぼ一致するわけですよね、分かりやすく言えば。 まあ、2500年以前にテラコッタが頻繁に作られたこの時期にイシュタリン・ナンナがインダース・バリーに入ったというふうに考えられるわけです。そして、インダス・バリーが、インダス文明が栄えて、紀元前1800年ごろに突然、まあ、滅ぶわけですね。まあ、インダース文明というのは核兵器によってまあ滅んだというのがまあ今一般的な設定ですね。放射性物質が、残留物質が今でも観測されています。ですから、まあ、その流れとしては、あの 2000年頃にねあの、1800年、2000年から1800年頃にかけて、まあ、核兵器が使われた可能性は非常に高いということですよね。あのまああの,地の年代と私があの調べた年代とややずれてますけどもね。 えー、まあ、あのー、こうして2、300年ずれてるってことになるんでしょうかね。あの、こうして見ますと、この円形模様は何によってできたか、もう周、まあ、りくどい,い言い方ありますね。まあ、ここでもメソポタミアでも核兵器が、ね、使用された可能性が非常に高いということですよね。でないと、この円形模様はどうしてできたかということを説明できないと、まあ、私の説は否定できないんじゃないかと思います。で、まあ、あの、ちょっと、そうして、まあ、驚、驚しい写真を一緒に並べてみましたが、 あのこうして円形、まあ、模様が、まあ、痕跡として現在残っている、なわちメソポタミアでは何やら恐ろしいこと、なわち、えー、核兵器を使ってですねこうした都市がある時期、次々と破壊された可能性があるということですね。これはエリズです。遠の本拠地ですね 中央やや上にあの直角の上壁が見えますね。そしてそれを取り,取り囲むように円形模様があり、そしてその放射線状に線も伸びていると。まあ、これをどういうふうに解釈したらいいかというとしても、強力な爆発物がここで使われたということです。 で、これがバド・ティビラですけども、今はこのような状態ですね。で、シパールもそうですね。で、ラガシュもそうですね。まあ、ほとんど何も残ってないということです。わかりやすく言えばね。あの、マウンドが残ってるかなっていう感じで、遺跡が残ってる。まあ、これからね、発掘が進めば話は別でしょうけどもね。シパックもそうですね。で、これがエルドゥですけども、アブシャーレンというふうに今は呼ばれています。 まあこのマウンドが残っているだけですから、ウルは、ね、あのジグラートが残っていますから、あのまあ、このような巨大な遺跡として今認識できるわけですね。これはウルクです。まあ、こういうウルクも巨大なあの、いわゆる都市国家だったようですね。ニプールですね。で、この、いわゆる宇宙指令センターのあったところがニプールだということです。えー、メソポタミアでは核兵器が使われた。 Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about East of Eden. Where was it and what was it for for human beings?You w i l l know the secret of the mystery of East of Eden through this video. 今日はこの動画の中でエデンの東についての謎を考えてみます。エデンの東、皆さんご存知のエデンの東です。映画の題名にもなりました。 そのエデンの東です。それはどこにあるのか、それは人間にとって何であったのか、その謎についてです。が、その謎は簡単に解けました。そればかりか、アダムとイブの謎も解けました。それを話す前に、聖書の創世記では、そのエデンの東について、次のように説明しています。 アダムとイブが善と悪の知識の木、The tree of the knowledge of good and evil を食べたことで呪いをかけられます。が、その後、生命の木を食べる前に神ヤーウェはアダムとイブをエデンの庭から追放しました。つまり、アダムとイブを永遠には生きさせないようにしたということになります。その追放された先が、 エデンの東とということになりますつまり、アダムとイブはエデンの東へと追放されたということになります。まず、この中に出てくるアダムとは誰なのか。が、その謎を解く鍵は、シッチンが解読したタブレット、つまり、粘土板に書かれていました。それについてはすでに説明しましたので、結論から先に言います。メソポタミアのエア、つまり、 エンキが住んでいたのがエリル。エリルという町です。現在のイラク南部です。粘土板にはそう書いてあります。が、現在は完全な廃墟で、わずかな痕跡を残しているのみです。ここでいうエンキというのは人間の創造主です。アヌオンの長男ですが、聖祭の子ではなかったため、地球の支配権は弟のエンリルが持つことになりました。 その延期は、つまり、ギリシャ神話でいうところのプロメテウス、キリスト教でいうところのルシファーです。同じ第一天使ですが、人間を改造したということで、人間側から見れば、人間の英雄、神々の世界から見れば、掟を破った、まあ、悪人ということで、悪魔と位置づけられたわけです。それはともかくも、 その延期が最初に作った人間がアダパです。泥という意味だそうです。ギリシャ神話で言えばリオニソースということになりますね。ローマ名はバッカス。武道酒の神として知られています。あのバッカスです。で、そのバアダパは南風と呼ばれた天使の翼をもぎ取ってしまいます。それが原因でアヌ王に呼ばれ、エリドゥを追放されます。 ここにシッチンが解読したタブレットを日本語に翻訳しておきましたのでどうかお読みくださいここでのポイントはアダパは延期の策略でアヌー王から永遠の命を授かるチャンスを逃してしまったということですそしてエリドゥの東に追いやられてしまったということですここで言うエリドゥがエデンであることは言うまでもありません シッチンの翻訳したタブレットと聖書の内容が一致します。となると、エデンの東とはどこのことなのでしょうかまた、アダムとイブというふうに言われてますけども、アダムはそれで、まあ、アダパーで良いわけですけども、では、イブというのは誰のことなのでしょうか今日はこの動画の中でその謎を考えてみます。 では動画を見ながら説明します。これがそのタブレットですね。そしてそのタブレットをシチンが解読しました。で、このシチンの解読したタブレットによればですね、エア、つまり遠距離はエリドゥという町に住んでいました。そして人間を想像します。それがアダパーということになるわけですね。 いわわゆる人間に知恵を与えたわけです。延期はまあ知恵までは与えたんですよね。そしてそのアダパーはまあ罪を犯すわけです。南風と言われているこのまあ、神のですね翼をまあもぎ取ってしまうというまあ罪を犯すわけです。でそれであの王が怒ってですねまあなんとかしようっていうわけですけどもそれをまあ延期がですねなんとかなだめてそしてまああの ことなきに済んだわけですけども、まあ、その時にですね、アヌオがそのアダパーに永遠の命を授けようとしたというわけです。な、まあち、アダパーは知恵の木は、知恵の木の実は食べたけども、永遠の命ということになったわけですね。そこで延期はですね、えー、策略と言いますか、絶対にアヌオの言うことを聞いてはならぬということを、まあ、あらかじめ悟しておいてですね、そしてアダパーに 永遠の命を与えるということは止めたわけです。なおち、縁、ま、起、あ、がです、ね、最初に作ったアダパーは、まあ、知恵は授かったけども、永遠の命は授からなかったということになるわけです。で、まあ、そういったその様子がです、ね、こう書いてあるわけです。そしてそれに対して、旧約聖書は先ほど紹介しましたように、アダムが。 とイブがいるわけですね。アダムとイブは,知恵,の木は、まあ、知恵の木の実は,た実は食べるんですけどもね。しかし、まあ、あ永遠の命、いわゆる生命の木の実は食べないまま、まあ、エデンを追放されます。でそのエデンイコールエリ,ディエリドゥということになるわけですね。そしてそこに、まあ、そのエリドゥの町にいたのが延期ということになるわけです。 で、こうして、まあ、アダムとイブ,イブがですね、善と悪の知識の木を、まあ、食べるわけです。まあ、実を食べるわけですね。ということは、まあ、比喩的に、まあ、知恵を授かったけれども、永遠の命は授からなかったということになるわけですね。その永遠の命を授けなかったのは、言うまでもなく延期ということになるわけです。なあち、えー、ギリシャ神話でいうプロメテウス。そしてキリスト教側が言うルシファーとなるわけです。で、まあ、 プロメテウスのことを、プロメテウスですよね。要するに、そして、まあ、アダパーは追放になる。同じように、アダムも追放になる。ということでですね、いわゆる、まあ、旧,約聖旧約聖書の創世記の話と、いわゆる、まあ、シチンが解読したタブレットの話とが、こうして一致してくるわけです。なわち、アダムはアダパーのことであり、アダムは延期によって作られた最初の、まあ、子供、すなわち、 最初の子供って言いますと、いわゆるディオニソースということになるわけですね。まあ、ローマ名はバッカス、すなわち武道士の神ということになります。こうして一連の話がつながっていきます。で、もう一度、まとめてみます。で、まあ、シッチンの解読者の一番左の列に置きました。そして真ん中が旧約聖書の世界です。そして、まあ、ギリシャ神話の世界ですね。こうして並べて対していきますと、延期は プロメテウスとなるわけですねそして、まあ、延期というのはのキリシャ神話の中と旧約聖書の中ではロシファーですねいわゆる、まあ、神の意に逆らって人間を改造してしまったという、まあ、罪を負うわけです、まあ、そして、えー、鎖を巻かれてですね野に 放たれるということになるわけですね。まあ、それが自由の像へとつながっていくわけです。で自由の像の足には鎖がついているというのはそういう理由なんですけども、それはさておき、エリデュイコール、エデンイコール、エリジウムへとつながっていきます。いわゆる理想郷というふうにまあ言われてますけどもね、エリジウムです。まあ、こうして、まあ、あのシェチンの解読した文書と旧約聖書がつながっていくということですよね。ででエリディーイコール エデンであるということですよね。で、もう一度その、エリドゥの町に戻ってみます、まあ。エリドゥというのはここにあるんですけども、えー、完全に廃墟になっています。まあ、この一つ考えられるのはですね、あの王たちが今から4800年前にこの地球を去るんですけども、その時に延期に関するものはですね、えー、核兵器によって破壊したというふうに考えられるわけです。まあ、それはさておきですね、これがエリドゥです。 で、かすかになっていますから、城壁の痕跡が残っているのわかりますかね、四角い痕跡が、そしてその周辺に、まあ、爆発して、まあ、飛び散ったような跡も残っています、そこにもちょっと注意しておいてくださいね、まあ、エリドゥは、まあ、あくまで今,今の段階では仮説ということになりますけども、こうして核兵器によって破壊された、その後、痕跡がこの丸い円となって残っているというふうに私は。 まあ考えています、まあ、およいその、えー、証拠を集めてみたいと思いますけどもこの中心にエリドゥがあってその直角の城壁のようなものは四角く見えるのがわかりますね。これがあのエリドゥの町なんです。こなこ,こで延期はアダパーを…あまあ 想像したわけです。最初の人間ということになるわけですね。なま知恵を与えた。しかし、延期は、まあ、あの永遠の命までは与えなかったということになるわけです。あの王がね、そのアダパーに永遠の命を与えようとしたんだけども、それを延期が止めたというふうに、まあ、タブレットには書いてあるということなんですね。で、こうして、まあ、これもエディドゥの町なんですけども、そうして、まあ、結果的にアダパーはこの エディド、すなわちエデンから追放されます。そしてエデンの東へと行くわけですね。では、エデンの東とはどこかですけども、この謎は簡単に解けましたですね。このエデンの東には、まあ今ちょっと話し戻しますけども、私のこれはまああくまでもこの段階、今の段階では仮説的ですけどもね、こうしてエディドの町はまあ核兵器によって破壊されて、現在は まあ他の遺跡と比べてもですね、全く痕跡がない状態にまで破壊されているということですね。そして、アダパーはエディンの東へと通用されます。では、エディンの東、すなわちエリドゥの東とはどこかと言いますと、この地図を見ればわかりますね。でエリドゥが左になって右上に,にウルがあります。で距離はたったの19キロなんですね。そして角度は30度です。まあ 東と言い切るにはちょっと厳しい角度ですけども、その、まあ、エリドゥの東にウルがあるということですね。これがウルです。で、このウルには、まあ、ジグラートがあるわけですけども、このジグラートも実にこう謎をめいたジグラートだということになります。まあ、それについてはこれから少し検証してみますが、これがそのウルのジグラートです。まあ、これで巨大な建物なのに部屋数というのは本当に小さくて少ししかないんですよ。まあ、ジグラートです。 でここにはあのプアビが住んでいました。出賃がですね、遺言として最後の願いとして、えー、残したプアビです。 プアビの DNA を調べればね、ゲノムを調べれば、私の説の正しかったことが証明されるかもしれないというような遺言を残して、シッチンはこの世を2010年に去りました。でここでシュブ・アドというのは、まああの、プアビの別名です。まあ、いろいろな、ね、名前で古代の神々は自分を呼んでいましたからね、左がプアビの頭蓋骨です、えー。人間の頭蓋骨の容積にして2.7倍。 以上あったと思われます。下が人間、上がパービジョの、えー、頭蓋骨です。これについてのビデオは1時間27分、20秒後ぐらいからお見せいたしますで。この人間の頭蓋骨と比べてもですね、 えー、異様に大きいいととうこですね。ですから、まあ、一般には、プアビは被り物を被っていたというふうに説明されていました。で、ジグラート、ウルのジグラートについての謎に迫ってみたいと思います。まあ、皆さんね、えー、ここに、まあ、プアビがいた、そして、まあ、神と人間,の人間との間に生まれたハイブリッド種であるといってもですね、なかなか皆さん信じられないと思いますけども、これが、まあ、 ジグラート、ウルのジグラートですねで。先ほど言いましたように、このウルのジグラートというのは、えー、エリドゥからは19キロしか離れていないということですね。まあ、この、まあ、見た感じ近いなって、まあ,あの、町にも大きさがありますからね。ですから、まあ、隣町ということになるわけです。で、そのエリドゥについて、もう一度調べてみます。 で、これがエリルですけども、これはまあ復元図ですね。創造復元図ですけど、このような町があったと言われています。そして、その周辺はですね、緑豊かな、まあ、美しい町であったと言われています。これがエデンですね。で、エリルイコールエデンです。まあ、名前も似てますけどもね。まあ、語呂合わせは慎重にしています。しかし、エリルイコールエデンということになるわけですね。そして、まあ、ここに アダムととと、まあ、イブがいいたうことになるわけですね。そのイブのことはタブレットには名前が出てきませんけども、まあ、アダムはイブと共にエデンを追われたということになるわけです。で、このそのちょっと伏線ですけども月面にですね あのエイリアンの騎士があるわけですこれはあの以前にも紹介しましたので、えー、興味のある方はそちらを見ていただきたいと思います。1506号の方でですね、再検証版出してますので、1506号の方をご覧ください。でこ,のなこれはあの 中国の周回衛星が月面上に撮ってきた、まあ、あ写真って言いますか、なんですけど、その中に、まあ、このエイリアの基地が映り込んでいましたで。この基地を見てですね、えー、NASA で働いていた職員がですね、暴露証言をしていますね。でこれとあた同じものを私は前に見たことがあるということを、まあ、この動画の中で発表しています。まあ、興味のある方は今1506号の方を見ていただきたいと思います。で まあここでは一歩話を進めましてです、ね、先に進めまして、このまあエイリアンの基地と思われるその建物なんですね。で、これとあいわゆるまあウルのジグラートの形が大変よく似てるということなんです。まあ、それをこれから紹介しますが、これがまあ月面で見られたまあ基地らしき建物なんですけども、 まあ、ほぼ基地と見てよろしいですよね。これほど、えー、しっかりとした形をですね、自然が作るはずがありませんので、そして、まあ、あの、この科学者が言うには、こうしたとこ、ここには、操作、操場のようなものも見えたと、もあるということを説明しています。まあ、言い換えますと、ウルというのはですね、まあ、あのただ単なる、まあ、古代の都市ではなくてそ、それなりにですね、宇宙人と関連性を持った建物であるということです。 左上がこれが月面で発見されたエイリアの基地らしき建物です。右下がこれがウルのジグラートです。でコンセプトが同じなんですね。コンセプトということは、あのまあ、それはそれバリエーションがありますけども、同じようにまあ作られているということですね。で、これをこう線でたどってみますと、まあ、こういう形をしていると。まあ、ここにちょっと注意しておいていただきたいと思います。まあ、人工的な建物風ということになりますね。 まあ人工的な建物と断言していいわけですね。で,で、これを前、この写真そのものは中国の集会衛星が撮ってきたんですけども、これと同じものを見たことがあるということで、NASA の職員がまあ暴露証言をして発表しているわけです。そうしたまあ動画ですね、これは。その証言もあの動画の中であの翻訳しておきましたので、興味のある方はご覧になってください。ナンバー1534の方で紹介しています。下がウルです。上が月面上で、 まあ、発見されれたエイリアンの騎士と思われる基地です。もちろん人間が作ったのではありませんね。そして、こう、部分的に見ていきますとー、中央に階段こそありませんけども、同じような階段が上の基地の場合、向かって、えー、右側の端についてますね。そして同じコンセプトであるということです。まあ、これをまあ偶然の位置というか、逆に言いますとね、なんて言いますか、あのジグラートというのは、まあ、 どちらが先に真似したかどうかということは分かりませんけれども、同じコンセプトで作られた建物であるということですね。そこに半、半、まあいわゆるセミデミゴトですね。半,神半分神のあプアビが住んでいたということになります。まあ、プアビも いわゆるアダムと同じイブですから、宙は与たられたんだけども、永遠の命までは授からなかったというふうに考えられます。右上がプアビの頭蓋骨です。もう一つこのプアビの頭蓋骨と人間の頭蓋骨を比べていただきたいと思います。というようなことから、ウルにはプアビが住んでいた、すなわちイブが住んでいた、いわゆるアダムもイブも、そのいわゆるエ、いわゆるエリドゥの東のこのウルに移されたというふうに私は考えています。もう一つこの表を見てください。 エンキ、プロメテウス、アダパ、アダム、そしてディオニソース、アヌオをですね、これ、ヤーウェそしてエリドゥ、それからエデン、そしてからエジウムと続きます。そして、一番、まあ、ルシファーはね、悪魔。同じ、まあ、エンキですけども、キリスト教側はルシファーと位置づけています。まあ、ケラブですね。あのベートーベンの大工の中で歌われるケラブです。そして、一番下にイブが顔を出します。そして、そのイブの 名前はプアビであった。まあ、延期は、あまあ,あの、ごめんなさい、父親はプアビという名前を知っていましたね。そして、このことを知っていた人が、実はもう一人いたんですね。誰だと思いますこうした事実を知っていた人が一人いたんですよ。誰だと思いますかそうなんです。ベートーベンなんです。ベートーベン、私の他にですね、こうした事実を知っていた人がもう一人いました。それがベートーベンということになります。 ルリ,リファン・ベートーベンです。このベートーベンはそのことを大空公共曲の中に歌い込みました。フライデー・シェーネル・ゲッツ・フランケント・テレアウス・エリージウム。このエリージウムですね。喜べエリジウムの娘よ。というふうに歌い込んでいるわけです。ナーチ・エリジウムというのは延期の娘のプロフィーということになるわけですね。エリジウム。ですからここにドーターという言葉が出てきます。 言うまでもなく、大工というのは、プロメテウス参加の合唱曲であったということです。え続くビデオどうかご覧になってください。By イ、フォンダウフ !Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Adapar, a creation of Enki in Eridu, now in Iraq. The myth of Adapa, also known as Adapa and the Fruit of Life, is a Mesopotamian story of the fall of man, in that it explains why human beings are mortal. The god of wisdom Ea or Enki creates the first man Adapa and endows him with great intelligence and wisdom, but not with immortality. And when immortality is offered Adapa by the great god Anu, air tricks Adapa into refusing the gift. Kyono Enkinga Enkinga アダパの物語です。そのアダパは旧約聖書に出てくるアダムのことでしたゼカリア・シッチンが解読した年度版がアダパとアダムの間をつないでくれましたつまりアダパの神話と旧約聖書の内容が酷似しているというレベルを超えて同じだったのですとなるとギリシャ神話ではプロメテウスが人間を創造したということになっていますその第一の第人間が、 リオニソスとといいうことになっていますギリシャ神話及びギリシャ彫刻はそれまでの神々の歴史をまあ立体彫刻として表したものです。また、プロメテウスイコール延期ということになります。こうして話がつながりました。延期イコールプロメテウス。延期が想像したのがアダパ。プロメテウスが想像したのがリオニソス。そしてアダパの物語は 旧約聖書の中に出てくるアダムとイブの話と同じ。つまり、アダパイコールアダムだったのです。アダパイコールアダム。アダパ、アダム。アダパ、アダム。だったのです。今まで私は、エンリルを原点とするローマンカトリックと、延期を原点とするフリーメイソンを対立関係で考えてきました。が、対立していたのではなく、原点は同じだったということです。わかりますか アダパイコールアダムということになると、延期が創造したアダパが、そのまま旧約聖書の中のアダムとつながるということになるのです。ここでフリーメイソンとローマンカトリックの原点が一つにまとまるということです。つまり、対立をしていたのではなく、原点は同じだった。それをつないでくれたのが粘土版ということになります。対立していたのではなく、原点は同じだったのです。さらに言えば、 神々は元は一つ同じだったのです。こんな素晴らしい物語はありません。ビンゴが喜んでばかりはおられません。延期はエリドゥという都市に君臨していました。当時はメソポタミアでは都市国家を制度としていました。が、そのエリドゥは現在のアブ・シャーレインにありますが、写真をご覧になっての通り、現在は完全に廃墟となっています。 壊滅状態ですかつてはここには壮大な都市があったと思われますが今は小さな丘とマウンドが残っているだけです学説によれば川が氾濫してエリドーは滅んだということになっていますあのモヘンジョダロも洪水で滅んだと学者の先生たちは説明していますが本当にそうでしょうか洪水で石材で作られた都市がつまり洪水くらいのことで 壊滅するでしょうかそれはともかくもエルドゥの廃墟を空から見ると廃墟の跡を示す直線とそして周囲を囲む深淵状の謎の痕跡が見られます都市の中心から放射線状に不気味な直線が伸びているのもわかりますそうです核攻撃ですつまりこれほどまでの爆発力のあるまあ痕跡はですね、核攻撃しか考えられません エリーの町は核攻撃を受けて滅んだのですということまでは言い切れませんがそれを判断するのは皆さん自身です少なくともこの深淵上の痕跡を見ると洪水で掘るんととはとても思いませんこれも林博史説ということになりますがそうでないというのなら皆さんはこの深淵上の痕跡をどう思いますかそんなことも考えながらどうかこの動画をお楽しみください 古代メソプタミア、何やらこの辺りでも大変なことが起きたようですでは画面を見ながら説明しますでは皆さんをエリドゥの町へ案内します、まあ、町といってもですね当時は都市国家制度を敷いていましたので都市そのものが一つの国家であったわけですねそのエリドゥ、まあ、エデンとも まあ旧約聖書の中では呼ばれていましたけども、そのエリドゥに君臨していたのが、延期ということになります。まあ、これがエリドゥの町ですけども、周囲にこう、まあ、深淵状の縁が、まあ、見えるのが分かりますかで、これが何かということなんですよね。で、どうしてこんな痕跡ができたかということになりますけども、ちょうどエリドゥの町をですね、取り囲むかのように、この縁があるということです。 でこれだけのまあ都市をですね、にまあ崩壊させ、そしてなおかつ周りにこの深淵状の痕跡があるということになりますと、私は当然と言いますか、帰結として核攻撃を考えます。まあ、このように直線状の痕跡も見られます。上、まあ、壁か何かの跡でしょうね。で、空から見るとこういった痕跡も残っていると。まあそういった状況です。で、これがその、まあ、空中撮影の 写真ですこれはまあこうして直角の部分がよくわかりますね。で、現在のエリドゥです。まあ、壊滅状態なんですね。で、なぜこうなってしまったかっていうことも一つの大きな謎ですけども、これがエリドゥです。で、このエリドゥに延期が住んでいて、延期が人間を創造したと。そういうことになるわけです。その最初の想像、まあ、した人間がアダパっていうことになるわけですね。で、この物語、これからの紹介しますけども、 ゼカリアシッチンが訳したと言いますか、年度版のアダパの物語ですけれども、その物語と旧約聖書の内容が一致します。まあ、ゼカリア・シッチンです。まあ、2010年、今から5年前に亡くなりました。で、シッチンがですね、年度版を訳した。ここれがあの,この 粘土板がですね、一番左にいるのがアダパーです。右にいるのがアヌオーということになります。まあ、もう一度お見せしますと、一番右にいるのがアヌオーですね。で、アダパーがですね南の、南風の翼を追ってしまったことによってですね、アヌオーの前に呼ばれて、まあ、罰を受けるかどうかという審判を受けている場面と考えられます。で、任意したというのはひょっとしたら、 インフルサンのことだと私は考えています、まあ。ともかくもこの延期がです、ね、エア、まあ、エアとも呼ばれてはいたわけですけども、エリドゥの町の保護神、なわち、まあ、あ王として君臨していたわけです、まあ。アダパを連れてきた別の絵ですね。で、第1から第3までの年度版を、まあ、全文翻訳していました。ただあの 大変英文が何回と言いますか、文になっていないんですよね。まあ、そのまま、その年度版の文字を、まあ、何かの言語に訳して、さらにそれを英語に置いたというだけの感じでしてね、助、まあ、字詞にはなっているんですけども、意味が不明なところが多いです。まあ、あのできるだけ直訳して、ですね、まあ、私何の解釈ができるだけ加えないようにして翻訳していました。で全体をですねざっと読んでみますと、あの話のストーリーが。 なんとなく浮かんでくると。まあそういった内容ですね。まあこれが年度版の第1、第2、第3のタブレットの原文です。まあいろいろ訳されてはいるみたいですけどもね、まあ、原文を一度皆さんにも見ていただいた方がいいんじゃないかと思いましたので、そのまま載せることにしました。で、まあこのような 役をですけども、ね、結局、ポイントはどこにあるかと言いますとですね、そのアダパーがです、ねまあ、ペルシャ湾へある日、魚釣りに行くんですよ。で、穏やかな海だったんだけども、突然風が吹いてきたと。それが南風って呼ばれているまあ神ですねの仕業だと分かったと。それで、えー、アダパーはですね、まあ、羽なんかちぎれてしまえと思ったのかどうかしませんけども、まあ、結果的にアダパーがその南風の ままあ翼を追ってしまうんでですねでそれを聞いたあの王が大変怒りましてですねまあそのアダパに、えー、罰則を与えるということになったんですけどもまあそれに対して延期がですねいろいろ知恵を授けてまあ事なきに済ましたわけですよねそしてあの王がですねアダパを招いてですねそしてその まああの生命の木、いわゆる永遠の命を授けようとしたわけですね、一度は。もっと分かりやすく言いますと、人間に永遠の命を授けようとしたんですけども、延期はそれに対しては反対してましてね。で、アダパーに絶対にその、まあの王が出したものを食べちゃいけないと。飲んでもいけないと。ただし、衣服は着ていいからそれを着なさいということを教えるわけですね。まあ、その 食べ物や飲み物の中には毒が仕込まれているから、それを飲むとあなたは死にますよということを、まあ、延起はですね、アダパーに教えるわけです。それをですね、まあ、アダパーは自分を作ってくれた延起ですからね、創造主ですから、まあ、延起の言うことを聞いて、まあ、飲み物も飲まなかった、それから食べ物を食べなかったというわけですね。いわゆる、まあ、そこで人間はですね、まあ、 死すべきもの、すなわちモータルになるわけですね。もういわゆる、まあ、イモータルではなくてね、まあ、不,死不死ではなくてねで、まあ、人間がなぜ死ぬようになったかという、まあ、いきさつが書いてあるわけです。まあ、アダパーには、すなわち私,、まあ、私は人間のね、まあ、先祖という原点になるわけですけども、その、まあ、アダパーが、まあ そのあの王が差し出した食べ物、飲み物を口にしなかった、だから、まあ、永遠の命を授からなかったということになるわけです。そういったことが、この第1から第3までのタブレットに書いてあるということになります。で、その話の前後とですね、あのーまあ、その生命の木を食べた、食べないって、まあ、知恵の木ですね、を食べた、食べないっていう話と、えー、いわゆる旧約聖書の、えー、創世記の、えー、記述と一致するわけです。 言い換えますと、まあ、旧約聖書はですね、こうした物語をですね、中心として展開されていったということになるわけですね。言い換えますと、えー、旧約聖書の中に出てくる、まあ、アダムですよね。アダムということはアダパということになるわけです。ここでつながったわけですね。そして、まあ、エデンというのは、先ほど言いましたように、まあ、エリドゥの町ということになるわけです。まあ、そこに延期が進んでいたということになるわけですね。で アダムが創造されて生まれると。話が一致するわけですね。となると、まあ、先ほど言いましたように、まあ、私はですね、今までローマンカトリックとフリーメーソンリーというのをですね、対立関係で考えてきましたけれども、その原点、延期からさらにアヌオンに遡る。そして、えーまあ、それはですね、アダパーイコールアダムということでつがったことによってですね、延期からさらにアヌオンにつながるという意味でね、元の神は一つであるということになってきたわけです。となると、まあ、あ いわゆるユダヤ教でいうヤオウェイというのは、アヌオということになるわけですね。まあ、それはと,あのともかくとしてですね、そして、えー、エリドの町がですね、えー、旧約聖書の中ではエデンということになるわけです。こうしてつながっていくわけですね。まあ、あのギリシャ神話ではエリジウムと言いますね。ベートーベンの大工の中で歌われているエリジウムです。まあ、そういうふうにつながっていくわけです。 まあここにですね、旧約聖書を今度は逆に、今度旧約聖書の中の物語を要約した文章もこうして訳していましたので、参考にしてください。まあ、その旧約聖書をもとにして、その年度版を解釈した文です。ごめんなさい。でもう一度、全体をまとめてみます。で、最初にゼカリア・シッチンがですね、年度版を訳したと。そして、その右が、 旧約聖書の内容で、あると、でさらに、ギリシャ神話の内容ということになります。で、これらを3つ並べてみますと、大変興味深いことが分かります。なおち、年度版で作る塩基というのは、まあ、プロメテウスですよね。間違いない。これはあの人間を想像したということになるわけです。で、延期はアダパーを作り、プロメテウスはリオニソスを想像するわけです。作り上げるということですね。 延期はアダパー。そして、アダパーはー、旧約聖書の中ではアダムという話が一致しますからね。ネドバンと旧約聖書の話が一致しますから、アダパーイコールアダムということになります。すなわち、アダムイコールディオニソスということになるわけですね。こうしてつながっていくわけです。そして、アヌオはヤーウェイということになるわけですね。まあ、あの、キリスト教側はですね、ヤーウェイが誰であるかということは言ってませんね。エルシャダイ、全知全能の神。 エル、神ですね。社代は全知全能という意味です。エリドゥがエデンということになります。そしてそれが、ギリシャ神話ではエリズムとなって、先ほど言いましたように、ベートーベーの大工の中で、うん、デシル、ステッフォー、スゴールゴルご,ごめんなさい。そのエリズムという言葉が出てきますね。<laughs> その、まあ、で、ヤーベーが、まあ、誰かわかりません。それは、あの、ガイアかなと思ったんですガイアはね、あの、女性、 女性心ですからね。まあ、ディオニソス・バッカス。まあ、ローマ名はバッカスですけども、ちょっと脇道されますけども、これがプロメテウスです。あのプロメテウスの像は、 私が探した限り、これ一体しか残ってませんね。まあ、ローマ彫刻には馴染まなかったんだろうと思います。何しろ、あの、ローマ、カトリックの方では、ルシファー、ー最悪の悪魔と、サータンと位置,位置づけられていました。ですから、こうしたプロメテウスの像は作られなかったものと私は考えています。左がプロメテウスです。そしてこれがですね、プロメテウスが最初のまあ人間、すなわち料理ソースを作っているところ、すなわちアダム、すなわちアダパーということになるわけですね。 そしてこ、これがディオニソースです。まあ、バッカス。武道士の神とも呼ばれています。胸が大きいのがバッカスの特徴です。そこはちょっとあのああ頭に入れておいてください。そして、このバッカス、いわゆるディオニソース、バッカス像,像がですね、やがて自由の像の原型となっていきます。で、これはまあ右3つはですね、縦、鉄はこれはバッカス、ディオニソース像です。えー、ローマ名がバッカス名ですね。 でこの像がですね、特に真ん中の像が基本となって自由の像、いわゆるニューヨークのハドソン湾に立っている自由の像へとつながっていたと考えられます。なおかですね、自由の像はです、ね、プロメテウスを元にして、そしてバッカ,バッカスの像をそれ2つ合わせて自由の像になったと考えられます。 というのはですね、プロメテウスは足に鎖を巻いてますね。それはあのバットして脳に放たれ鎖をつけられて脳に放たれて、それから自由の像も足に鎖を巻いています。この鎖が一つの重要なポイントとなりますから注意してください。一番左のプロメテウスも足に鎖がついています。そして自由の像も足に鎖がついています。こうして繋がっていくわけですね。なのち、プロメテウスを表現しながら、像はディオニソスの像を使って作られたのが自由の像ということになります。 これは林博士の解釈。まあ林博士説ということになります。まあ本来はこのプロメテウスの像をあの立てたかったんでしょうけども、フリーメイゾーンもね。しかし、まあ先ほど言いましたように、プロメテウスの像というのはありませんので、で、まあ顔もよく似てる。ですから、ちょっと暗号が細いかなって感じがしますけどもね。あの、こうしてつながっていくわけです。そしてですね、これはイギリス王室の紋章ですね。 ここにもやはりこのユニコーンの足に鎖が巻いてありますかね。体に鎖が巻いてますね。このユニコーンというのは言うまでもなく、塩基の,あのいわゆる象徴的な動物ということになります。そして左がライオンですね。これはライオンはエンリルの象徴的な動物ということになります。そしてこの鎖でつながっていきます。 プロメテウス。それから、自由の像、そして、ユニコーンの。まあ、あの、イギリス王室はですね、ライオンを頂点で描くということは、エンディル派の王室ということになるわけです。それと同じものが、まあ、これはあの、たまたま高野さんこの前行って、今後無事で撮ってきたんですけども、反転してますと、並び方が同じになります。向かって右側に、えー、角ならユニコーンですね。そして左側に、ライオンの像が描かれています。このライオンの像が日本では不動明王となるわけですね。それから、仁王像となっていくわけです。まあ、怒ってるからああいう顔じゃなくて、もともとこういう顔だということです。 そのことはですね、ミトラ教の神事の中に出てくる、まあ、エンリルの顔と比べてみると大変よく分かります。ここに角があるの分かりますかこれはユニコーンだという証拠ですね。ですから、コマ犬というのは右に向かって、まあ、日本は逆になってますけどね、あの向かって左側にユニコーン、右側にライオンということになります。下がですね、ミトラ教の神事の様子です。で、この神事の中央にまあミトラ像を飾ってますけども、その下に松明飾ってますから、ゾラスター教ということになるわけですけども、ね、このまあライオンの顔のエンリルと、それから三角の 三角のシンボルマークがありますね。これが後のフリーメイソンのシンボルマークへとつながっていきます。なおち、エンリルの方はローマンカトリックにつながり、そして延期の方はフリーメイソンリーへとつながっていくわけです。こうして神々の歴史が現代にも続いているということですよね。決して途切れているわけではありません。 で、今度は逆に、まあ、これ、戻ってみます。えー、こうして、まあ、戻ってみますと、そ最後に、まあ、ここに残るのが、ここに来るわけですね。そして、もう一度言いますと、プロメテウスとあ、手からディオニソスを足した像が、自由の像だということになります。で自由の像はもともとは、プロメテウス、なおち、縁起、自由のシンボルですね。人間を改造した人間側から見れば恩、恩人ということになるわけです。そして、この像がですね、まあ、形もよく似てますね。そして、胸が大きいというところも似ています。 まあ、ディオニソスは他の像を見てくださいと分かりますように、まあ、あの胸が大きいです。で、このように、まあ、あのミケランジロの彫ったいわゆる、まあ、バッカス像も胸が大きいですねあ。ディオニソス像も大きいですね。まあ、あのー、そしてこの髪の毛を見てください。髪の毛が垂れてますよ。この自由の,の像も髪の毛が垂れてる。これは決定的ですね。で、アダパイコール、ディオニソスイコール、アダムだということです。これ、延期ですね。そして、延期からもう一こーでまとめてみますと、延期がアダパーを想像すると。 そして、アダパは塩基の創造物である。まあ、塩基がアダパを作ったっこところで、プロメテウスがディオンリソースをー創造します。で、こうして繋がるわけです。なわち塩基とプロメテウスは、 同じですからね。これは延期イコールプロンプテオスです。そして、今回、まあ、お見せしましたように、シッチンの解読した第1から第3サブレットの中に出てくるアダパーというのは、あの話は、旧約聖書の中のアダムとイブの話と一致する。すなわち、アダパーイコールアダムということになるわけです。これで、神々が全部繋がりました。ビンゴーですね。気持ちいいですね。そして、まあ、アダパーイコールアダム、アダム。 アタパ、アダム、アタパ、アダムですね。まあ、要するに、アダムイコール、アダム、アタパイコール、アダムということになりますと、えー、すなわち、まあ、元はですね、えー、現在でこそ、対立関係にありますけれども、フリメーメルソンリーも、それから、旧約聖書なり、ローマンカトリックの方へつながっている流れもですね、原点は同じ、すなわち、一人の神へとつながっていくということですよね。今まで私は対立関係に考えていましたけれども、これで、まあ、神々は一つということが分かったわけです。 まさにビングオーですね。まあ、あのー、私もほっとしました。もう神々は最初から対立していたわけじゃなくてね、まあ、途中で、まあ、なんて言いますか、教義の解釈の仕方などによって対立していったんじゃないかと思います。特に、あのー、シタールとね、シャーマシュが、キリスト教を立ち上げる前後から、まあ、対立関係に入ったものと私は考えています。すなわち、これが私が皆さんにお見せできる、まあ、素晴らしい神々の物語ということになります。が、 ここで終わったんでは、まあ、いけませんね。で,では、一つ恐ろしい話をします。その先ほど、延期の、まあ、君臨したといますか、延期が作り上げたエリドゥの町にもう一度戻ってみます。まあ、ここにエリドゥがあります。エデンですね。エリジウムですね。すなわち、これがエリドゥの都市です。この都市の周囲をもう一度見てください。これがエリドゥの都市です。 中心に円,円形のものもが見えてきますね。この円形に気がついた人は今のところ私は知る限りいません。またこれがですね、核攻撃によるものだと唱えた人も一人もいません。今まではですね、モヘン・ジョダロだけがクローズアップされてきましたけども、 こうした都市もあるわけですね。この周りに出てきました。私、これ初めてですね、何かのこう間違いじゃないかと思って何度も見たんですけども、いろいろ色を変えたり、メイドを上げたり下げたりね、コントラストを上げたり下げたりしましたら、このような円形が浮かんできました。そしてその中心からですね、放射線上に痕跡が残ってますね。市内半島と同じように、まあ、開白色の痕跡が残っているということです。これをですね、どのように解釈するかは、まあ、私たちの問題かと思いますけども、まあ、こうしたですね、まあ、 エリドゥ、核攻撃説というのは、まあ、林、博士説ということになります。まあ、これからどのように展開されていくか分かりません。まあ、ともかくもこうした、まあ、エリドゥの街がですね、一瞬にして消えてしまったということですね。勝手はエデンと呼ばれた美しい街です。そして、ベートベンが大工の中で歌いましたね。ロイデー・シゲッル・フンケント・ホテル・エリム。このエリーゼウムですね。いわゆる理想郷・楽園のことです。それがですね、一瞬にして滅んだということです。 まあ、いかがですかということで、えー、今日のビデオ終わりますけども、素晴らしい話と恐ろしい話を二つしました。バイ。 Hello, this is h i r o s h i h y a s h i Hammam City, Japan, Symphony for Prometheus, Mystery of Symphony No. 9. In this、uh, video clip, I'd like to explain about the mystery why and for whom、uh, l u l i c compares Symphony No. 9. なぜベートーヴェンはまた誰のために大工を作曲したかその謎にこのビデオの中で迫ってみたいと思います。 まず、大工についてですけども、えー、大工の詩はですね、もともとは、って言いますか、シラーの作詞によるものです。シラーがドレステンの大会のために作詞した詩をですね、えー、でベートーベンが載せて大工を作りました。シラーはフリーメイソン D でしたね。そして、ベートーベンはフリーメイソン D であったかどうかということについては、確たる証拠はありませんが、まあ、その可能性は、まあ、大変大きかったということですね。 でこの大工に載せられたこの詩はですね、もともとはフランス革命の時に、ラ・マルセイエーズのメロディーで学生たちが歌っていたものだそうです。まあ、これがベートーベンの直筆、まあの楽譜ということになりますね。そして、1824年に完成して、初演がなされます。まあ、このよその楽譜です。 で元々はフリーメイソンリーの理念を示したものであり、トレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたということですね。まあ、これであの大工の性質といいますか性格が皆さんにも理解していただけると思います。もちろん、ベートーベン、あの冒頭の部分はあのベートーベンが作詞したと言われています。まず神々の形図ですけども、これがシュメールの神々の形図です。 でこのケースの中で注意していただきたいのがエンリルですね。そして、まあ、エンキ。エンリルは人間の改造に反対し、エンキはその反対を押し切って人間を改造します。その孫娘がイナンナ、すなわちバビロニアの頂点のに立ちます、バビロニアではですね、頂点に立ちます、イシュタールです。で、これはギリシャ神話の、まあ、神々のケースと言いますか、ケ図ですね。で こうして並べてみますと、大変奇妙興味の深いことが分かりますで。これがシュメールの神々ですね。で右の方がバビロニアの神々です。でこうして並べてみますと、イ、ま、ス、あ、タールはイナンダですね。イナンダイスタールは孫娘でしたけども、バビロニアでは頂点に立ちます。そして右にシャマーシュ。イナンダと,とシャマーシュはあの兄弟だというふうに言われています。 で、エンリル、エンキがまあそのイスタールの下にいるわけですね。で、イナンナが頂点に立つと。で、スインっていうのはイナ,イナンナ、イスタールのまあ父親ですよね。で、右にシャーマイ氏がいます。これがあの、ギリシャ神話の中ではヘリオスになります。そして、アポロに太陽神の神を奪われた後、まあ、イスタールと組んでキリスト教を立ち上げます。で、下がですね、あの、 ギリシャ神神話の神々ですけども、赤い枠がこれがチタン族です。そしてブルーの枠がこれがオリンピアンですね。でえー、ヘリオスはここにいます。いわゆるそのチタン族に属しているわけですね。でチタン族とまあオリンピアンがまあ戦争状態になり、そしてまあチタン族が負けるわけです。上の中央の丸赤赤、赤四角がこれがレアです。ゼウスの母親ということになっていますが、 まあその母親イコール、妻イコール、娘ということは、神々の世界ではよくあることです。で、頂点にガイアがいます。で、こういうケースで、まあ、まあ、あったわけですけども、ここでチタン族と、それからオリンピアンが対立関係に入ります。で、チタン族とオリンピアンが戦い、結果的にチタン族が敗れ、オリンピアンが、まあ、勝利します。で、オリンピアンの頂点に立つのがゼウスということになるわけですね。 で、このゼウス。このゼウスですね。そして、えー、まあ私はゼウスイコールザラスストラというふうに考えていますが、あの、まあ私は考えているだけですね。それで、ゼウスとザラスストラの まあ、息子ってことになるわけですけど、ミトラとアポロと。で、ミトラとアポロはギリシャ彫刻の中では顔が同じですね。ということは、ギリシャ彫刻は、まあ、ミトラとアポロが同じ神であることを、まあ、彫刻を通して私たちに教えているということになります。で、ミトラ。まあ、ミトラっていうのはあのザラストラのまあ息子になりますし、アポロっていうのはゼウスの息子になるわけです。そして、ヘリオスとレア、まあ、イスタールですね、組んで、キリスト、キリストを立ち、キリストを立ち上げます。 ヘリオスがキリストというイエスという名前を語るわけですね。その流れがカトリック、いわゆるチェーチンローマとフリーメイソンへと繋がっていきます。まあ頂点に立つのが、まあ、結局はまあレプタリアン族と、それからトール・ワイト系ということになりますが、トール・ワイトがいつそのまあ 右のブルーの枠の中に入り込んできたかということについては、私はまだよくわかっていませんが、いわゆる白人というものが生まれたのはですね、今から8000年前だと言われています。そういった論文も発表されています。そしてこの両者はですね、対立関係に入ります。そしてまあずっと現代に至るまで対立関係になるわけですね。そういう流れの中でモーツアウトが敵を発表し、またベートーベンが大工を作ったということです。 ベートーベンが大工を作曲して、まあ、あーローマンカトリックに対抗するわけです。そしてそういう過程の中からフランス革命が起きます。まあ、この前後にあの徹底した弾圧が行われるわけですね。ローマンカトリックによる、まあ、フリーメーソンのへの弾圧が起こります。その書文章はあこの続くビデオの中で皆さんに紹介します。そしてその流れがずっと時代をりまして、アメリカが独立したときに、 いわゆるそのフランスのフリーメイソンリーたちがアメリカに自由の像を送ります。そしてこれが大学の歌詞です。この中にそのいくつかのヒントが隠されています。ここにエリジウムという言葉があります。これはギリシャ神話における理想郷を言います。天井楽園ですね。エリジウム。まあこのエリジウムについてはいろいろな絵が描かれて、まあイメージとして描かれていますが、これもその中の一枚です。いわゆる天井楽園ですね。そしてまあその中にですね、 順に追っかけていきますと、えー、ここに、まあ、その、もう一つのヒントが出てきます。うーん、で、っていうのもなんですね。地天使ケルブンは、神の前に立って言ってるんですね。あの、ケラブ。ケラブ。これは、あのキ、キリスト教側が言うケラブ。地天使の、まあ、なんて言いますか、イメージ図です。で、まあ、こういう形で表現されてるわけですね。で、 ここのところに星空の上にというふうに書いてあるす。これ、赤月さんという方が指摘してくださいましたけども、星空の上にという言い方はキリスト教ではしませんね。星空の上に神、星空の彼方に神がいるという言い方は、これはあのキリスト教の言い方でありません。それとも皆さんはキリスト教でそのように言っていることを聞いたことがありますかないでしょ。まあ、この星空の上にというのはいわいわ、いわゆるそのフリーメイソンリー側の神のまあいるところということになるわけです。まあ、ここでも出てきますね。 星空の上に、星の彼方にという言い方をするわけですね。そこで問題なのは、ケラブというのは誰かということなんですね。先ほどお見せしましたのは、あれは、あの、キリスト教側のケラブです。地天使です。で、地天使ケルミは神の言うたこれは、まあ、ちゃっかり横取りしているということになるわけですけども、ケラブというので調べてみますと、ケラブの像というのはあるんですね。まあ、これが、あの、 英語でケラブというときは天使一般を指しますので、そこはちょっと難しいときというか、混同なさらないでくださいね。これはケラブです。で、このケラブの、まあ、像でですね、一番あの、まあ、注目したいのはこの足なんです。足にこう鎖をつけてますね。で、鎖をつけてるということは、まあ、天井から追い出された、まあ、神ですよね。いわゆる人間改造したがゆえにですね、あの天,天,国天井から追い出された 追放されるわけですその像がですね左の自由の像となっています。ということは、このケラブというのは足に鎖を巻いた自由の像と共通性があるということですね。すなわち、プロメテウスだということになるわけです。プロメテウスも足に鎖をつけて野に放たれ、そして毎日こう鳥にですね体をついばまれるという刑を受けるわけです。しかし、一晩たって治っちゃうんだそうですね。 あの神々というのは、まあ、ともかくも、そうしますと、このケラブというのはプロメテウスということになるわけです。ケラブイコールプロメテウスという結論が出てきますね。すなわち、大学で歌われているケラブ、なち神というのはプロメテウスのことを指すというわけですね。で、ローマンカトリックの方では、このケラブのことを、まあ、ケラブといいますかね、プロメテウスをルシファーと呼んでいます。まあ、サタンですね。 最悪のサタンのことを、あル,シまあ、ルシファーというわけですけども、同じプロメテイスをルシファーと呼び、一方、フリーメイソン側では、まあ、人間の,の創造主という形で叩いているわけです。まあ、どちらが正しいかわかりませんよ。その結果はこれから出てくるわけですからね。いわゆるその核兵器を持ってしまった人間がですね、まあ、どうなるか。それはこれからの人間の選択にかかってくるというわけです。そして、ここですね。 呃ウンケラしてフォーゴー、まあ、フ,ォフォルトでここの部分、あの、大工の中で歌われるんですけども、知天使ケルブや、ケルビムは神の前に立つ。ケラブですね。ケルビム。まあ、いろんな意味方します。ということで、大工というのはですね、えー、ベートーベンがですね、いわゆるプロメテウスのために作曲したということはこれで証明できました。で、 続くビデオを見ていただきますが、その前に一つ大きな間違いをしていますので、ここで訂正させていただきます。続くビデオはナン、no. バー844ですけども、2014年の5月ちょうど1年前に作ったビデオですけども、その中でですね、あま、あのその時はまだあのケラブというのは誰かわかりませんでしたのであの、キリスト教側が言うケラブを持ってきまして、そしてこれがですね、イュタールの図と同じだということで、これみんなイュタールですけども、ということで、これをあのケラブというふうにあの、いわゆるルシファーというふうに誤解してましたけども、それはこう この場で訂正させてください。えー、そういうそういうそ,そのまあこの部分は間違いだということですね。もし矛盾する点がありましたら、今までここでご覧いただいた内容を優先して判断してください。ごめんなさい。ということで続くビデオをどうかお楽しみください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m a t s Japan. ル<ペ>ールイフンビートーヴェンズナンバーナンシンフォニーイズワンフォーミスレイズ。ーーーズ Japanese, ベートーヴェンの大空交響曲はミトラ教参加の交響曲であった。その背景には。チェルマンサイ。フリーメーソンと。カトリック教の。戦いがあった。ベートーヴェンは。ええ、シュラーの詩。を使い。そして。 ナンバーナインシンフォニーを作曲するわけですね。合唱付きです。このシラーという人はですね、どういう人かと言いますと、フリーメイソンですね。そしてこのベトベンが使った詩は、フランス革命でも歌われていたそうです。で、もともとベトベンがですね、この大学に使った詩というのはですね、フリーメイソンが シラがですねフリーメイソンの大会のためにドレステンのフリーメイソンの儀式のために書かれた詩であったということです。ここが重要ですね。でベートーベンは生涯にわたってシラの収集を愛読したと。ベートーベンがフリーメイソンであったかどうかということについては記録がありません。ではここで神々のおさらいをしておきます。かつて一人の神がいました。 そしてこの神にはナンバー2がいたわけですねこのナンバー2が掟を破ってですね人間に遺伝子操作をしたのでしょう火の使い方を教えてしまったのですすなわち火の使い方というのは象徴的な出来事でしてつまり人間に知恵を与えたんですねで神は怒りましたそしてナンバー2を神の国から通報したわけであります鎖に巻かれ そして、まあ、天国から追放されたわけです。が一方人間は火の使い方を覚えました。知恵を与えられました。右の一方の人々は神をモーゼと呼びました。左の一方の人々は彼をゼウスと呼びました。モーゼと呼んだ人々は神を絶対死し、そして神の規定を破ったナンバー2を悪魔としました。一方 えー、ゼウスと呼んだ一方の人左側の人々は、まあ、ゼウスと対立し人間の立場からですねそのナンバー2をたたえましたこうして神は二つに分かれたわけでありますこの二人を比べてみてください右はマミケランジェロが彫ったモゼ像です左はギリシャに残るゼウス像です そして右の方はルシファーとなり左の方はプロメテウスとなったわけでありますただ彫刻として残っているルシファーにしてもですねえ後に出てきますのケラブにしても女性の形女性の体をしているんですねここがあの何て言いますか後世まあギリシャあれは左の方は中世に書かれた絵ですけどもえー混乱する ところですねそして右の方はキリスト教へと引き継がれそしてローマンカトリックへとなつながっていくわけです左の方は、えー、ミトラ教となりそしてやがてその両者の対立といいますか水は深まるわけですねキリスト教は、えー、5, 5世紀の後半にですねローマ国教となると同時に勢力を得て徹底的にゾラスター教ミトラ教を弾圧し ミトラ教を粉、まあ、粉々々ににににに破破壊壊すすするるるわけでで今に見るように跡形もなくなくほどまでに粉々に破壊しましその過程の中でルネサンスが起こり右の方にはダヴィンチ左の方にはそれに気づいたミケランジェロがつくわけでありますその戦いの様子はシスティーナの礼拝堂の天井画を見ればわかりますそれについては精査しましたのでどうかご覧になってください 音楽の世界にとって例外ではありません。ハイドン・バッハですね。それは、まあ、ローマカトリック側につきます。そしてモーツァルト、ベートーベンは、えー、左側、キリはっきり言えばもうフリーメーソン側につくわけです。モーツァルトは魔キの中で痛烈にローマンカトリックを批判し、ベートーベンは今日述べますように大工を通してローマンカトリックを批判するわけであります。そういう中で1789年にフランス革命が勃発します。 人々は自由を求めて戦いましたフリーメイソンとローマンカトリックの対立は根が深いといいますかルネサンスを通しそして現在にまで伝わっているということなんですねでローマンカトリックにしてみればですね フリーメイソンはまさに目の上のコブといいますかねまあ天敵のようなもんですねですから歴史の中で長い歴史の中でローマンカトリックはフリーメイソンを徹底的にといいますかここに書いてあるように弾圧といいますか押さえつけてきたわけであります。 各国の世俗の権力にフリーメイソンを弾圧を行うように強く要求しているとこうした歴史があるわけですね。マジュ裁判やユダヤ人迫害と大道彰尉の代物であると破門という言葉を簡単に言いますけれども信仰の 外にいる人にはなかなか理解できない言葉ですけども、信仰の中にいる人にとっては、波紋というのはまさに自己否定と言いますかね、全身格を否定されるにししいわけです。で、まあ、ここに書いてあるように、相当まあ、強力なですね、えー、弾圧だったりに感じますね。3万人が300人に減ったということですからね。で、まあ、大工の歌詞を見てみますけども、えー、関係に寄せてと。 この最初の産業はベートーベンの作詞によるものだと言われています。そしてここ最初に出てくるね、エリーズム。エリーズムというのはあの、いわゆるギリシャ神話に出てくる死後の世界の理想教を言うわけです。で、まあ、ここにエリズムという言葉を使ってあることからもわかりますように、これは、まあ、ギリシャ神話の、まあ、世界を歌ったものである。イコール、少なくともキリストの、まあ、いわゆるユキリスト教の世界を歌ったものではないということですね。まあ、それは確かですね。 まあそれをまあシラは歌い上げたということなんです。で、ここで出てくるケラブなんですね、問題は。で、これは先ほどまあ言いましたように、ケラブというのは、 プロメテウスのことであるというふうにまあ証明できるわけです。まあ、鎖がその一つの謎を解く鍵になったわけですけどもね。で、じゃあ、ケラブというのは誰かですけども、やっぱりケラブ、まあ、ルシファープロメテウスということになりますと、イコールルシファーということになりますから、まあ、これははっきり言ってキリスト教側にとっては非常にまずいわけですよね。ですから、この時代の流れの中でですね、ケラブはケラブであって、いわゆる天使であって、まあ、プロメテウスのことではないんだというような、まあ、なんて言いますか、まあ常識作りというのはなされたんじゃないのかなと思いますね、今にして思いますとね。 まあ、あの時代の流れの中で作り上げられて、まあ、あの変節していく部分というのは多いですからね、ね特に宗教関係というのは多いわけですよね。で、ここで、まあ、星空の上に神を求め、これは先ほど言いましたように、これはもう星空の彼方とかね、星の上にということは、もうこれはあのキリスト教の言い方ではありませんね。キリスト教ではこういう言い方はしません。 そしてまたエリジウム。まあ、エリジウムというのは先ほど言いましたように、死、え、後、ー、に住む楽園のことを言うわけです。で、これはまあいろんな絵が描かれてますけども、このその中の一つがこの絵ということになるわけですね。で、ケラブ。問題はケラブなんですけども、えー ここで魔力って、あの、必ずも悪魔の魔力って言えなくて、スーパーパワーのことを言うんですけどもね。うん、て、して、フォーゴー、フォーゴー、フォーゴーって言ったところで、あの、大学ではもう最高になってますか。フォルテが置かれるところですね。で、地点、で、上位三位、まあ、セラリウ、ウセラフィム、ケルムって、まあ、第二位の位置にあると。となると、そうしますと、この、あれですかね、ケラブっていうのは、やっぱり延期っていうことになりますよね。違うでしょうか。まあ、まあ、その。 ケラブこの子が出てくるあのプロメテイスは第二位の地位につくわけあのですけどもねあの、まあ、それはあのちょっと 結論、もう少し先に伸ばさせてください。で、これはルシファーと書いてありますけど、これは間違いですね。これはルシファーじゃなくて、今はイシュタールというふうに落ち着いています。いわゆる、まあ、法上の神もっと言いますと、このイシュタールが、まあ、あの、シャーマー、シすなわちヘリオスと組んで、キリスト教を立ち上げるわけですね。ですから、まあ、こうした流れの中からもですね、あの、キリスト教と、まあ、ミトラ教というのは相対立する、まあ、勢力であったということは、これでわかるわけです。そして、えー、地上に、まあ、まあ、天、天、てん 天井の世界から追放されて、まあ、サタンになるわけですね。まあ、これ、キリスト教側の解釈ですけどもね。で、一方、まあ、人間側にとっては、まあ、人間創造の、まあ、神ということになるわけです。ですから、プロメテウスというのは、まあ、私たち人間にですね、知恵を与えてくれた、まあ、知恵をね、遺伝子操作によって与えてくれた、まあ、神ということになるわけですね。あくまでもそれは、あの、神話の世界の話ということになるわけですけどもね。 で地天使ケルブ紙、まあの前に立つ紙というのは、まあ、誰かということになるわけですけどね、えー、当然アフラマズだということになりますさあここでもう一度繰り返しますけどもベートーベンが大工の中で歌ったといいますかシラーが歌い上げた紙というのは星空の彼方にいるということなんですね イエス・キリストでもなければイエス・キリストの御父でもないわけですね。エルシャダイでもないわけです。星空の彼方にいると歌い上げているわけです。そこでベートーベンはトルコ,トルコ風行進曲ということに言われますけど、ト,リコトルコ風行進曲を大工の中に織り込みました。なぜベートーベンはトルコ風行進を 古い新曲をですね大学の中に織り込んだかはこれを先ほどの図をですね逆に見ていくと分かるんですシスティーナ礼拝堂ディカラ・ミケランジョロ・マダ・ヴィンチミトラ教・キリスト教ギリシャ神話ですねまあそうした世界を逆にいきます実は この神の前にミトラ教があったわけですね、ゾラスタ教ー。ここにミトラがいますけども、この帽子を見てください、これはフリギア帽です。フィリジアムタップといいますね。フィリギアというのは、もともとはトルコ中部の古名なんですね、古い名前なんです。ここにありますね。ミトラ教はここで生まれ、そして、前1世紀には、 ペルシャ一帯に勢力を広げたわけでありますじゃあナンバーナインの党それからフリーメイソンの関係もう一度復習してみますとフリーメイソンの理念を信したものでありドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたものであるということなんですだから私は大学公共局はミトラ教傘下の公共局であったと断言しますその証拠にと言いますか ローマンカトリックはですねナンバーナインを演奏したことはありません。なぜならば彼らはその理由を知っているからです。あるいは演奏することができるでしょうか。ということで話を終わりますが最後にもう一つだけ皆さんに謎を話したいと思います。先ほど言いましたように右がモーゼです。左がゼウスです。 16世紀に作られたミケランジョロの右の彫刻、そして紀元前に作られたゼウスの彫刻、その間には1500年という流れがあるんですけども、この両者は同じです。ただ、写真を撮る角度がほんの少し違いますので、見にくいかもしれませんけども、どこで、どうやって、そしてなぜミケランジョロはモーゼの顔に似せて、ゼウスの顔に似せてと言った方がいいのかな。 文字の顔を彫ったのでしょうか謎が残ります。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! さあ、ここでもう一度繰り返しますけども、ベートーベンが大工の中で歌ったといいますか、シラーが歌い上げた神というのは、星空の彼方にいるということなんですね。イエス・キリストでもなければ、イエス・キリストの恩父でもないわけですね。エルシャダイでもないわけです。星空の彼方にいると歌い上げているわけです。そこで、 ベートーベンはトルコ風行進曲ということに言われますけどト,コトルコ行進曲を大工の中に織り込みましたなぜベートーベンはトルコ風行進曲をですね大工の中に織り込んだかはこれを先ほどの図をですね逆に見ていくとわかるんですシスティな礼拝堂 ミカラランジョロ・マッダ・ヴィンチミトラ教、キリスト教ギリシャ神はですね、そうした世界を逆にいきます。実はこの神の前にミトラ教があったわけですね、ゾラスター教。つまち。ここにミトラがいますけども、この帽子を見てください、これはフリギア帽です。 フィリシアムタップと言いますね。フィリギアというのは、もともとはトルコ中部の古名なんですね。古い名前なんです。ここにありますね。ミトラ教はここで生まれ、そして、全1世紀にはペルシア一帯に勢力を広げたわけであります。じゃあ、ナンバーナインの塔、それからフリーメイソンの 関係もう一度復習していますとフリーメイソンの理念を信したものでありドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたものであるということなんですだから私は大学公共局はミトラ教傘下の公共局であったと断言しますその証拠にといいますかローマンカトリックはですねナンバーナインを演奏したことはありませんなぜならば彼らはその理由を知っているからです あるいは演奏することができるでしょうかということで話は終わりますが最後にもう一つだけ皆さんに謎を話したいと思います。先ほど言いましたように右がモーゼです左がゼウスです。16世紀に作られたミケランジェロの右の彫刻そして紀元前に。 作られたゼウスの彫刻その間に1500年という流れがあるんですけども、この両者は同じです。ただ、写真を撮る角度がほんの少し違いますので、見にくいかもしれませんけれども、どこで、どうやって、そしてなぜミケランジョロはモーゼの顔に似せて、昔、ゼウスの顔に似せてと言った方がいいのかな、えー、モーゼの顔を彫ったのでしょうか。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Zakaria Sittin and his last wish. He wrote as follows well Maybe by comparing her genome with ours, we would find out what are those missing genes that they deliberately did not give us. Maybe. I cannot guarantee that, but maybe. And then, as to Queen Poabi, Wikipedia writes as follows. Poabi was an important person in the Sumerian city of Ur during the first dynasty of Ur, 2600 years BCE. Commonly labeled at the queen, her status is somewhat in dispute. Several cylinder seals in her tomb identify her by the title Ning or Elush, a Sumerian word which can denote a queen or a priestess. The fact that Puabi herself a Semitic Akkadian, was an important figure among Sumerians indicates a high degree of cultural exchange and influence between the ancient Sumerians and their Semitic neighbors. Who was Puabi? What was Puabi? Here you would know the reason why Zechariah Satan left his message as his last wish. Queen Puabi had got an enormously large head, almost 2.7 times larger in capacity than that of an ordinary human's. ゼカリア・シチンは次のような言葉を最後に残し2010年この世を去りました。多分、プ b ビのゲノムと人間のゲノムを比較すれば 私たちは彼らが故意に人間には教えなかったミッシングリンクが何であるか、それを私たちは知ることができるだろう。多分。保証はできないが、多分と。プアビ、つまりウルの女王プアビ。なぜゼカリア・シッチンはそのような最後の願いを遺言として残したか。が、その理由は簡単にわかりました。女王プアビは少なくとも人間ではなかったからです。 頭蓋骨の大きさは私が比較したところ長さ比にして1.4倍体積比にして2.7倍もありました身長についてはわかりませんが頭蓋骨から計算するとかなりの巨人だったと思われます今日の動画はその謎に迫ってみます画面を見ながら説明します、えー ゼカリア・シッチンはですね、2010年に亡くなりましたけども、その亡くなる前にですね、最後のウィッシュ、願いとして、まあ、遺言として、次のような言葉を残しています。つまりですね、ウールで見つかったジョー・プアビの骨をですね、DNA 鑑定してほしいと。そうすれば、私の一連のですね、説が正しかったことが証明されるはずと。まあ、ゼカリア・シッチンはですね、メイビー・ e ブとって言葉を使ってますけども、まあ、それは学者としての控えめな言い方だったというふうに私は理解しています。 でこれがクイーン・プアビですね。ジョー・プアビです。ジョーであったかどうかということについては、何かしら議論があるみたいですけども、ともかくも、まあ、最高位の、まあ、巫女であったということですよね。で、まあ、ゼカレシーチの言葉はここにあります。私の正しさを証明するためにも、ジョー・プアビの骨の DNA 鑑定をしてほしいと。で、プアビはこのウルに住んでいました。そして、そのウルから、このプアビの遺骨が発見されました。 でこのプアビについてですね、シュブアドと、まあ、ことだという説もありますけども、シュブアドイコールプアビだということになりますね。まあ別名だったということになるわけです。まあ、ともかくも、ジョープアビですね。そして、まあ、現在ですね、このようなかぶり物をかぶった上に、まあ、こうしたその装飾物があをですね、ジョープアビがかぶっていたというふうに考えられているわけですよね。しかしかままあああ今回ですね、まああの ジョー・プワビの遺骨といいますか、骨が見つかってですね、ジョー・プワビはまあ人間とは違う、あまあ、波外れた大きな頭蓋骨を持っていたということが分かりました。これはあのジョー・プワビの復元図です。まあ、要するに、装飾物がまあ異様に言っいますか、まあ、大きかったわけですね。ですから、ジョー・プワビは頭にかぶり物をかぶった上に、そうしてこうした装飾、まあ、物を頭につけていたということになるわけですね。まあ、そういうふうにも解釈されている。 いるわけですでもこれがですね、まああの、ウルの、ウルの、まあ、発、ま、掘、あ、現場ですね。で、こうして、まあ、このウルの遺跡から、ジョー・プアビの遺骨が、遺骨っていすか、骨がですね、発見されました。で、現在これはですね、えー、ロンドンのですね、ナチュラルヒストリー・ミュージアム。 ランドンというところに所蔵されていますまあ、はっきり言えば出所のしっかりとしたまあ、骨だということですねまあ、よくあるインチキのまあ、骨とは違うということまあ、骨というかインチキの画像とは違うということですよね左がクあのジョー・プアビで右が 人間の頭蓋骨だそうです。大きさを、サイズコンパリーゾンをまあこのようにしているわけですよね。上が上、プアビス。まあ、いかに大きいかということですねでで。私が長さを測っていましたら、まあ、これが1.4倍ということ。長さ比で1.4倍ですよね。ですから、体積比に直しますと、1.4の3乗で2.75倍というふうに私は計算しました。なおち、頭蓋骨のです、ね、容量が、ね、2.75倍あったということです。 でこれに対してです、ね、あのペンシルバーニア大学の、ねまあ、どこかの研究室だと思いますけども、えー、ジョー・プアビの装飾、ねえー、物をです、ねまあ、どのように、まあ、身につけていたかというのことを多分調べたんだと思います。でまあ、普通の,このマネキンの上にです、ねまあ、大きなかぶり物に一度かぶせて、そしてそのジョー・プアビの装飾、えー、物をこうしてまあ飾っているわけです。まあ、その周囲のです、ねえー、人たちとの大きさを比べていただくとわかりますけども、まあ、2.7倍。 の容量があるということはあながちそれほど違った計算ではないと思われます、まあ、比較してみてくださいまあ先ほど言いましたようにですねペンシルバニア大学のこの様子を見ますとですねまあ、あまりにもその装飾物が大きいということでですねまあ普通の人間がですね一度こうした被り物をかぶってまああのヘルメットとも言えませんけども大きな被り物をかぶってそしてその上にこうしたその装飾物をですねつけていたとまあそのように解釈しているというふうに私は理解しています まあ本当に大きいですね。あの、まあのまこうして今、あの飾り物をです、ね、復元しているわけだろうと思いますけども、マネキンの方をよく見ていただくとかりますけども、普通の人間のマネキンを使っているようですね。ですから、まあ、まかぶり物というまああの言い方があちこちに出てきています。で検証しています。で上が超プアビで、下が。まあ下あの まあ私たち普通の人間の頭蓋骨ですね。まあ、いかに巨大だったかということは、これでもってわかるわけですけども、ただこの、まあ、プアビの女王の骨がですね、これだけ大きいということは、別の大きな意味,意味がその向こうに隠されているということですね。まあとで申し上げますけども、古代の神々は、まあ、巨人でした。でしかし、今まではですね、まあ、壁画であるとか、 絵の世界での話だったんですね。あるいは伝説の話であったんですけども、こうして実際に、まあ、ウルからですね、あの女ー・プアビの遺骨が見つかったということですよね。で、まあ、その遺骨というから骨が見つかったということですよね。で まあこれはラージヘッドということになるわけですけども、こうしてみると、まあ簡単に言いますと、まあ、大きく分けて3つの骨があってま、3種類の骨をあがあるということになります。で、左がですね、これ、あのパラカスで見つかったコンヘッドです。で、これはあのエジプトの、まあ、あの、 そうですけどもあのやっぱり頭が上長いんですね。もう一つは後ろの方に長いコンヘッドもいるわけです。上はそのマリーね、ねアフリカのマリーで見つかったあーコンヘッドですけども、それが、まあ、エジプトのですね、まあ、あのスサンカーメンの妹のネフェルティティになったと。中央がですね今回、まああのまあ、私が今ここで述べているパービーですね。パービーの頭蓋骨ですけど大きいですね。で、まあ、私は左はあのた縦型コンヘッド、右はですね横型コンヘッドと呼んで分け,分けて考えています。 まあこれも林、広し、説ということになりますけども、で、エトフのですね、あのいわゆるまあここで中あの思い出したのが、エトフのいわゆるラージヘッドです。 以前はラージヘッド、それから少し前にはヘルメットをかぶっているんじゃないかという説も考えてみました。まあ、この、こ,れこの、まあ、いわゆるそのプアビのですね、プアビ、ジョプアビのですね、骨を見て、私はこのもう一度これを見直してみました。で、中央にこのラージヘッドがいるわけです。で、一番右端に人間がいるわけですね。で、このラージヘッド、後ろの方に、あいわゆる頭が後ろ長い、頭、前、前、上に長いですね、コンヘッドがいると。で、ここにですね、大きな、まあ、頭のエイリアンと思われる、まあ、あの、 人物がここに座っているわけですね。で、そのその前右の方には、銃刀人間ですね。銃の頭を持った銃刀人間がいて。一番最後にこうあの、最後尾に人間がいる。まずいわゆる人間は序列がそれほど低かったということになるわけです。まあいわゆる銃刀人間よりも序列が低かったということになるわけですね。まあ、あのベジプトではこれ犬ということになってますけどもね。まあ犬、まあ、日本では狐ということになるんですね。で、左の方が超等人間です。で、こうしたその まあ、いわゆるそのカモイ,ンカモインにですね、こうした彫刻,彫刻が彫り込んであったと。で、この中央にいるこのラージヘッドと、まあ、プアビと、まあ、直接今まだ結びつくれが出てきませんけれども、その可能性は非常に大きいということですね。あの、ウルで見つかっているということですよね。ですから、その、ひょっとしたらこれは、あ いわゆるそのプ,ロプアビの、まあ、仲間ではなかったかというふうにも判断できるわけです。で結論ということになりますけれども、もう一度このあ見ていただきたいんですけども、も左がラージヘッド、いわゆる、まあ、私、ビッグヘッド、ジャイアントヘッドなんてもいうんですけども、大きな頭蓋骨ですね、右が人間ですね。人がしかし、この事実はですね、大変重要な事実を私たちに教えているわけです。なわちこの頭蓋骨がですね、人間と神々をつなぐ接点、あるいは神々のいわゆる、まあ、物的証拠ということにもなるわけです。まあ、その もう一度こ、ここを確認していただきたいんですけども、まあ、現在のところ、このかぶり物をかぶっていたというのが、一般設定でありますけども、このやっぱり頭蓋子と言いますと、普通ではありませんね、ですから、かぶり物をかぶらなくても、巨大な頭を持っていた、すなわち巨人であったということになるわけです。 ということになりますとね、今までは壁画の世界だけでですね、えー、古代の神々が巨人であったという、まあ私はそういうふうに唱えてきたんですけども、まあそうではなくて、ここにあ初めて言いますか、物的証拠が出てきたということになります。まあ、この図を見ていただきたい。 ですけども一番右にいるのは私はミトラだと思っていますけれども、ちょっと胸が大きいかなという感じがします。で、右右一番右にいるの,あ,の、まあ神で、その左にずらずらっと並んでいるのが人間ということになります。で、まあ、いろいろな神々を見てもですね、これはシャーマスだと思いますね。太陽の紋章が入る、シャーマスの紋章がありますから、それから内真ん中に月、真の,あの紋章が入ります。これはダリウスですね。馬と比べてみてい,い。 あの左がダリウスで右がアフラマズーダーということになってますけど、馬と比べてみてください。足が地面に届いてますね。これはアルテミスですけども、ヤギ。これはあの小ヤギじゃありませんよ。角ありますから。軽々と角を持ってこれもそうですね。馬に比して大きいと。これもですねあの左がです左右にいるのは子供ということになってますけど、子供じゃありませんね。それから孔子も大きいですね。それから、まあ、日本で言うと聖徳太子も大きかったんですけど、ミトラも大きいですね。牛をですね上から押さえつけていますで。これが決定的ですけども、ペルセプロスに残るダリウス像ですけども、中央に。 いいのがダリウスですで周りに並んでいるのが人間ですね追い方ですねこの大きさ 比べてみてくださいね。ダリウスがいかに巨人であったかということはこれでわかるわけです。今まではこういった像を見てもですね、古代の人たちは神々を大きく作ったんだというふうに言われてましたけども、ここで、まあ、頭,頭蓋骨、つなわち上プアビの頭蓋骨が出てきたということです。で、左が人間の頭蓋骨。で、その中央にいるのがプアビ。このパアビの頭蓋骨が、いわゆるダリウスの頭蓋骨の大きさと同じになったということはですね、まあ シーチンが何を言おうとしたかはもう分かりますよね。いわゆるそのパワビ女王の頭蓋骨を DNA 鑑定すれば、このパワビ女王は人間ではない。なおちエイリアンといわゆる神々の接点をこの頭蓋骨によって証明できるということを、まあ、 シーチンは考えたとということなんですね。ですからこのような遺言を残したということです。なあち、パービジョ王の DNA 鑑定をしてくれれば、私の説の今までの、ね、説が正しかったことが証明されるんだかもしれないと。まあ、そのように、バーのゼケアシッチンは言い残して、この世を去りました。 私も同感です。まあ、あの、ゼカレシッチンのですね、石を継ぐためにもですね、ぜひ DNA 鑑定をやっていただきたいと思います。まあ、ところでですね、そのプアビの、えー、遺跡と言いますか、遺骨と同時にですね、この現場が見つかっていました。この現場についての謎は、えー、続くビデオの中でいたします。これはゲーム版ではありませんでした。それでは皆さん、バイ、フォーナウ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the mystery of Uru over 3000 years. Sir Henry Uri discovered a strange game board in southern Iraq, a game board which dates back to 2600 BC, and game played on the board was obviously a favorite of the royal family at that time. The game is called and known later. as a name of 20 squares.But this was not a game.It was a calendar, or I say God's calendar.Here is its proof and evidence. 南イラクで奇妙なゲーム版が見つかりました。ウルです。紀元前2600年頃、つまり今から4600年ほど前のものです。二重マスゲームと呼ばれ、 それれは現在、大英博物館に所蔵されています。アッシリアで見つかったサルゴン王の宮殿にあったという像の足元にもそれが描かれているといいます。半人、半獣の像です。が、それはゲーム版ではありませんでした。林博氏がその謎解きに挑戦してみました。題して、ウル3000年、正確には4600年の謎ということになります。 結論を先に言えばそれはゲーム版ではなくカレンダーでしたわかりやすく言えば神々の予定表それをこの動画の中で証拠を添えて証明しますもともとはシュメールのゲームであったと言われていますウルで発見されたのでウルのゲームとも呼ばれていますがもちろん世界最古です現在2種類の類似したゲーム版が残っています 他にややコンセプトの違う2種類の原版も残っています。どれも20マスになっていることに私は最初に着目しました。つまり20イコール7たす13です。つまり7たす13イコール20です。が、これで謎が解けました。今まで誰も解けなかった謎が解けました。7曜日かける13週。 イコーール91日、つまり1シーズンです。それを春夏秋冬の4シーズンを繰り返すと 91×4=364 日です私たちがトランプと呼ぶあのゲームカードと同じ構造のカレンダーになっていましたでゲームの仕方などについて多くの研究家が それぞれ別の説を立てていますが、そんなものは意味がありません。日本でも天文検査機を同郷と言ったり、簡易天文観測装置を銅鐸と言っているのと同じです。人間は、えー、自分が理解できないものがあると、身近な知識の中からそれに似たものを探し出し、それを当てはめ、それでもって理解できないものを理解したと錯覚する性質を持っています。自ら 錯覚しようとしますすその方が安心でできるからですともかくもそのゲーム版が神々のカレンダーであったことをここで説明します。画面を見ながら説明します。今、右から7曜日に分けています。日、月、火、水、木、金、土と逆ですね。そして1日ごとに駒を進めていきます。こうして今日は何曜日であるかを知ったわけです。まあ、今は水曜日ですね。 そして次に木曜日になります。あ、今日は木曜日だってことになるわけですね。そして金曜日です。そして土曜日になります。土曜日まで来ましたら、これで1、1週が終わったわけですね。ですから、1のところに駒を置いて塞ぎます。そしてまた最初から日、月、火、水、木、金、土と繰り返して、今度は2週終わったことになります。そして3週目、4週目、 といいううふうに終わわっていくわけです。まあ、今、2週目が終わったところですね。で今度は3週目に入ります。で今度は4週目に入ります。こういうふうに順に駒を毎日進めていくわけです。そして5週目にから入り、今度は8週目に入ります。 で、8週目、9週目、10週目が終わったら、11週目、12週目、13週目と進みます。これで1シーズン。なわち、91日、7×13 イコール91日が終わるわけですで。1シーズンですね。そして第2シーズンに入ります。そして同じように、同じことを繰り返します。そしてこれ、 91日が終わって、今度は第3シーズンに入ります。そして今度は第4シーズンに入ります。まあ、当時のことですから、当時からスタートしてますから、第1シーズンっていうのは春ということになります。で、こうして 7×13×4 で、これでまあ91日になるわけですね。1シーズン91日となります。それを4回繰り返しますと、365という4となるわけですね。それ 何らかの形でトランプカードと同じように。 ま、1を足して、長官。トランプカードの場合は1を足すわけですけどもね。365。すなわち、1年間のカレンダーとなります。この説明は後で続けてしますので、ここでは簡単にしますが、トランプカードは13枚4組になっています。4シーズンですね。そして1を7回、2を7回、3を7回ずつ繰り返して、それぞれのカードを7回ずつ、7曜日で繰り返します。そうしますと13、13×4×7 イコール364という数字がここで出てきます。 まあ、いわゆるトランプのカードと同じコンセプトで作られていたのがウルのゲームということになります。詳しくは続く1248号の方で説明しますからそちらをご覧になってください。 そして、まあ、それと同じコンセプトで作られているのが、ウルのゲーム版ということになります。なわち、これはゲーム版ではなくて、カレンダーということになるわけですね。この程度では皆さん、まだ納得なさらないと思います。こじつけだ、こじつけだという意見が常について回ります。まあ、それについては、もう少し後に、まあ、検証していきますが、説明しますが、こうしてウルの、まあ、4600年のですね、謎が解けたということになります。 4,600年間、誰も解けなかった謎がですね、少しだけ物の見方を変えると、このように簡単に解けるということです。それで、これがですね、もう一つのバリエーションを持っているということです。もう一種類の現場がありましたね。それをどのように理解するかですけども、それもこれから説明しますので、注意深くご覧ください。赤いところ、下のね、右の方からサンディー、マンディー、チューデー、ウェンディー、ーフライディー、サーディテになってますね。 で、この右の方を並び替えます。まあ、長いものですから、まあ、いわゆるまあ、短くして使いやすくしたとも考えられるわけです。そして、サンディー、マンディー上へ持ってきます。そして、今度は、チューズディウェンズディを下へ持ってきます。そして、少し並び替えますね。サンディー、マンディー、トゥーズディウェンズディスー,ジー、サルディフライディという、まあ、私たちが知っている曜日に並び替えます。そして、それを4シーズン繰り返すと。 これで謎が解けましたね。すなわち、まあ、ウルの原盤に2種類あるというのはこういう意味です。もう一度見てみますと、今お見せしましたのはこの原盤です。右の方に6、そして中央に2、そして、えー、左に12個になっています。合計20ですね。使い方は同じです。で、13足すならば20。すなわち、20マスゲームということになりますけども、これは20マスゲームではありません。で、先ほども言いましたように、皆さんはこれでは納得なさらないと思いますね。 がもう少し我慢してお待ちください。今見せ,、まあ、見せましたゲームが上のゲームです。説明しましたのねそしてそのバリエーションがその下のゲームということになります。が、これはゲーム版ではありません。ゲーム版であるという前提で考えるから、謎,を謎が謎を呼び、わけが分からなくなるのです。そこで検証しています。で、もう一つのゲーム版を見ていただきたいんですけども、まあ、 今言いましたように、7曜日と13週。そして、ここにまあマークがありますね。ここに8方向に伸べる光線のマークが書いてあります。そして、右の方には20の,まああの、5×4 の20書いてありますね。そして、ここには5があります。まあ、そして、もう一つあって、ここには14個ですね。そして、ここには4個のまあ印がある。この4種類のマークなんですね。ゲームであれば、こんなマークは使いませんよね。 この5種類のマークで構成されているということです。そこでこの5種類のマークは何かということですよね。それをこれから説明します。この8方向に伸びる星のような形、これはもう一目瞭然、イシュタールの紋章なんですね。 でここをちょっと見ていただきたいんですけども、えー、こ,こ,に週ここは20周になるわけですね。あの20周目になるわけです。そこで、ですね、この、まあ、マークをちょっと照合していますと、この20周目です、ね、すなわち84日になるわけです。そしてここが85日になるわけですね。85日。 いわゆる1シーズンの85日目ということになります。そして順に見ていきますと、85日,日目と、それから89日と、えー、に同じマークが出てくることになります。そこでこういうふうに考えるわけですね。同じマークが並んだときには、その日は特別だということです。同じマークが並んだときには、それが特別だということですね。で、まあ、イスタールの文章に重なりますから、えー、イスタールの日ということになるわけです。 まあこういうふうに神々のカレンダーですよね、今日はマークが重なったから、私の日よってことになったわけですね。 そして、まあ、何かの祝い事をしたと思われます。そして、もちろん、先ほど言いましたように、左の文章は、これは、イシュタール・イナンナの、まあ、セイ神聖なる文章です。民がイシュタールです。このイシュタールがですね、実は、ウルに彫刻されてるんですね。これは、ウルの、えー、門に壁画をです。そして、その壁画の中には、イシュタール・イナンナがこのように彫刻されています。まあ、ご覧になっていただくとわかりますように、まあ、ウルというのは、イシュタールと体験関係が深いということです。 これがイシタールの紋章ということになります。では、もう一つのこの20のマークは何かということですね。このマークについても説明しておきます。5×4 は20になっていますね。この20というのはシャーマー氏の神聖数,数ということになります。神、いわゆるまあ神聖な数ということですね。すなわち、20というのはシャーマー氏のシンボルナンバーということになります。 中央に今お見せしましたのがシャマーシュのシンボルマークです。シャマーシュですね、みんな。シャマーシュというのは、まあ、イシュタールの兄ということになっています、まあ。シュメールではウツと呼ばれていましたね。そしてこのシャマーシュとイシュタールが組んでキリスト教を立ち上げます。まあ、バビロニアの神々、もう一つの形図を見ていただきたいと思います、えー。簡単に神聖数の説明をしておきます。で、この神聖神々の形、えー、図ですけども、 これがアヌオですね。そしてエンディルですね。そしてエア、塩基ですね。塩、え、基、ー、です。エアと呼ばれていました。それからこれがイシュタール、イナンナです。そしてその、えー 右にいるのがシャーマーシュですね。いわゆる、まあ、シャーマーシュですギ。ギリシャ神話ではヘリオスと呼ばれていました。そしてニンフルサガーーですね。あれはニンフルサガーーとも呼ばれています。それぞれが執行したシンボルマークを持っています。 そして同時に神聖数、なわち神の数を持っていました。イシタールは8とか16という数字も持っていましたね。日本のですね、まあ私たちが菊の紋章と呼んでいる、五紋と呼んでいる、あの紋章が16になっている。なわち太陽の紋章ということになるわけですね。まあ、要するにこうして神聖数というのが決まっていたわけです。シャマーシュの神聖数は20です。シャマー,シ,ャマーシュの神聖数は20です。 まあこうして20という数がですね、先ほどの現場の中にやっぱりあるわけですね。まあ、こうしてまああの調べていきますと、あの現場はですね、このシャマーシュの紋章が揃ったときには、左のですね、いわゆる州の紋章と、そして右のですね、曜日の紋章と揃ったときには、それはシャマーシュの日であるということを示したものと私は考えています。林博司はそのようにまあ仮説を立てて説明しています。 これがイシュタールの紋章ですね。あごめんなさい。右があの、はい、シャーマシの紋章です。太陽の紋章です。まあ、あのヘリオスはです、ね、やがてアポロに、えー、その座を奪れますね。そこで、まあ、あイシュタールと、まあ、シャーマシと組んでキリスト教を立ち上げ、イシュタールはマリア。イシュタールのヘブライミはマリアですからねあの。キリスト教を立ち上げます。ですから、シャーマシがイエスになるということになるわけです。はい で、もう一つこの文章を見ていただきたいんですけども、左の赤いのがこれが石とあるの文章、右がシャマーシュを表す数ということになります。他の三つは何かの神々を表す、あるいは何かの意味のある言葉だと思いますけども、今のところ私は不明にはわかりません。まあ、要するに、まあ、この二つが解けましたのでね、いわゆるメインキャラクターですね。 えー、左,がシャ左がイシタール、そして右がシャーマッシュです。真ん中はコーナーストーンです。それぞれの、まあ、王がですね、その教会に建てていった、まあ、教会石あと呼ばれています。下がまあイエス、まあ、シャーマッシュがキリストという名を語り、そして、えー、マリアがそのままの名前で、まああの ま、イシュタル教ですよね。イイュタルがローマ時代に、イースターと名を変名します。で、このゲームブックですね。これは元々はゲームブックという方で、シモクスさんという方からイギリス行った帰りにお土産としていただいたものです。シモクスさんどうもありがとうございました。やっと謎が解けましたと言いますかね。今日皆さんにこうして紹介できるようになりました。これはただのゲームではないということです。<laughs> これが、その、まあ、ゲーム版ということになりますね。これで皆さんもうお分かりですね。このゲーム版は何であるかということです。そしてそのバリエーションが、その下のものもう、もう一つのバリエーションということになります。コンセプト使い方は全く同じです。ですから、7たす13イコール20の20マスゲーム版となっています。 これが今日の結論ということになります。すなわち、ウル3000年、あるいは4600年の謎ということになります。まあ、続くビデオの中ではトランプカードの使い方を説明します。興味のある方はどうかご覧になってください。バイ。Hello. This is Sister Arion, r a n s c a r e and Hiroshihayashi Japan.Gas Calendars. The pyramid in Chechen Itza and the plain cars have got the same concept of calendars. It's my pleasure that I can show you the god's calendars. This is Chechen Itza, and Chechen the pyramid of uh, Chechen Itza has got 91 steps, and 91 multiplied by 4 equals 364, and 664 plus 1, top of the pyramid, Makes three hundred sixty-five. This a the number of days a year. This is uh, pointed out by Ranske-san, Japan, right? I mean, ninety-one steps each, and multiply by four, and plus one. The top of the plummet makes three hundred sixty-five. And sister Orion, my friend, uh, pointed out that uh, playing cards has got the same concept. Four seasons. Uh, sort of spring, summer, autumn, winter, and the playing cards has got thir thirteen cars. and each card has got seven days from Sunday to Saturday. So thirteen multiplied by, by seven makes ninety-one. So each card each has each, I say each card has got 7 days I'll show you much uh, later a little bit later so each season has got 91 days and it start winter solstice and spring equinox and summer solstice and autumn equinox and at the end of the year, you have winter solstice. So you will know the sort of season with this playing cards. Ninety-one multiplied by four also makes three hundred sixty-four, and plus Joker makes three hundred sixty-five. This is what C. Starionson has have uh, has found. Very very uh, surprising fact. And this is Sisarioonsen's uh, card theory, or calendar. So there are seven boxes from Sunday to Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Right. So each day you put a card here like this. Uh, one, 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 one. This makes. Uh, then you will know the weekdays of the weekdays. Of the week, right? Like this, and seventh day, right? Like this, made And next uh two card two, fourteen. You repeat like this every day, moving up uh, a card each step every day, and forty-two days, fifty-six, sixty-three, seventy, seventy-seven. 84, and at the end of the king, you have a spring equinox, and then you repeat the same uh, movement every day to know the date and weekdays. And we, when uh, 182 spring solstice. You will know the season like this way. Now 20, 245, 266 and when you have 20, 273, uh, three, you have uh, autumn equinox. You know the season. then you will know the date week month and season and of course as well as year with these playing cards this is what caesarion sun has found new fact and at the end of the year three hundred sixty four and winter solstice came, comes back again and you put uh, joker again so 360 uh, plus uh, joker makes uh, 365 days of a year. So this is a new theory created by Sister Orion, and it's very surprising to know that uh, pyramids in Chichen Itza and uh, the playing cards has got the same concept of calendars. This is what I want to, you to know. Thank you very much for watching, and see you next time. Bye. Hello, this is Sea Star Orion and、uh, Hiroshihara in j a p a n h、uh, e l s e u s calendar in ancient times.Cars for calendar. 古代の家庭用カレンダー。トランプはカレンダーであった。という大変驚くべき情報が シスター・オリオンさんからもたらされました。これが皆さんご存知のトランプですけども、なぜ13枚あるのか、なぜ4組あるのか、皆さんはお考えになったことがあるでしょうか。シスター・オリオンさんがですね、このトランプの謎について明快な答えを 教えてくださいました。今日はそれを紹介します。あとでもう一度詳しく検証してみますがですね、セスターオリオンさんはトランプはカレンダーであったと主張なさっていらっしゃいます。検証してみます。まず 13枚のカードがありますね。で4組で52枚になりますね。それを7倍しますと。 まあ 13×4×7 になります。すなわち364になって、それにジョーカーを加えますと365になります。そして縦に見ていきますと7、1週間ですね、7、7、7という数字が出てきます。まあ、このことは直接これから 説明することとは関係ありませんけども、まあ、縦に見てもですね 28×13 364それにジョーカー1枚を加えますと365になります検証してみますスイスターオリオンさんはこのように説明してくださいました え少しわかりにくいので図解してみますまず7つのマスを作りますこの7つのマスは日月火水木金土に該当しますそしてスペードの1を毎日1枚ずつずらしていきますそしていっぱいになったら次に今度はスペードの2を先頭に置きます そして同じように1枚ずつ毎日ずらしていきますこうして次は3ということになりますね3を同じようにずらしていきますで3今度は4になりますね同じように毎日ずらして5 6、7というふうにずらしていくわけです。そして、まあ、キングになりましたら、今度は、まあ、この場合はですよ、えー、ダイヤのキングというふうに、最後にダイヤのキングになるわけですね。 そうして計算してみますと、7かける13かける4の365と。このようにして、まあ、それに上下を加えて、最後にね、365一年を知ることができた、できましたというわけですね。このカレンダーの優れているのはそれだけじゃありませんよ。まあ、こうして日月火水木金土と置いてみますと、毎日一枚ずつを 移動させることによって曜日がわかりましたがそれだけではないんですねカードを使うことによって4つの季節を知ることができました春夏秋冬ですねそしてそれぞれの色をですねこの季節に当てはめてみます まあこれは、あの、どれが春でどれが夏かということは、これは、まあ、わかりません。私は、春夏は赤い色ではなかったかなと思いますし、まあ、ともかくもそれは重要じゃないんですよね。そして、同じように、置いてみます。13×4、364になるわけですね。かける ×7 でね。13×7、91日。 同じように、夏も91日、秋も91日、そして冬も91日となるんですけども、ちょうど色が変わるところで、冬至から春分、まあ、ここが冬至ですね。そして91日が終わると春分になり、次の91日が終わると夏至になり、次の91日が終わると春分になり、そして1年が終わります。そして元に戻るわけです。 これほどまでに、まあなて言いますか、正確に季節を表す。ということは、もうカードがだただ単なる遊び用の道具でなかったことは分かります。日にちが分かります。週が分かります。そして、まあ、月齢といいますかね、月が分かります。そして、年も分かり、さらに、季節も正確に このカードで知ることができます。結論から申し上げます。私たちがトランプとして使っているカードは、遊び用の道具ではありませんでした。このカードを使って、まあ、家庭でですね、カレンダーとして使うことができました。 すなわちこのカレンダーはもちろんエイリアンによって発明されました。理由は簡単なんです。人間が太陽暦を知る以前にですね、すでにこのカードはあったということです。古くは古代エジプトあるいは中国説がありますが、太陽暦ができたのは紀元,後で紀元前後ですね。 で、それについてまた、シースター・オリオンさんはですね、フランスのカーナックも同じ概念で説明できるんじゃないかということをおっしゃってますけども、フランスのカーナックの列席はカレンダーであることはすでに私が証明いたしました。その、それについてのビデオは続くビデオの中に収録しておきますから、どうかご覧になってください。カーナックのこのブルーのラインも7列あります。先ほどの、まあ、トランプと 比較してみますと、その類似性、関連性がお分かりになると思います。ですから縦に52意思があったと思われます。そしてそれに1個加えて365ということになりますね。